5階の窓1社長、また脅迫状です。ドアが開いて庶務の北側が入ってきた株式会社西村電気商会主の西村陽吉は灰皿の上に葉巻を置いてくるりと回転椅子を回し笑い顔を向けた またかい。こんないいものだね。彼は物運に北側の差し出す書状を受け取ると、ちょっと下打ちをしながら開封した。慣れちまいましたね。封筒を見ればこれは脅迫状だなんてすぐにわかるようになりました。ああ。西村は応用にうなずいて封筒の中身を読み始めた。

むちな,な,なやつってしようがないものだね。個人としての社長を恨むなんてとんでもない見当違いじゃありませんか。恨むなら会社全体を恨むがいい。会社をして事業縮小を余儀なくされた経済界を恨むがいい。何も社長のご存じのことじゃないのですからね。理屈はそんなものだがね。 まあ、奴らにしちゃ無理もないさ。明日から路頭に迷うのだ。夜迷い事も言いたくなる。だが、何ができるものか。こんなことをして涙金をせしめようという、さもしい根性だよ。残った連中を先導して、同盟悲雇をやらせようと、盛んにとき回っているということですが。それよ、お決まりだな。 そこに手ぬかりがあるものかこっちには増本の親父が抱き込んであるあいつにたんまり食らわせてあるからねあれの人望で押さえつけりゃなにびくともするこっちゃない解雇された奴らの脅迫よりは増本職工長の目玉が怖いさそれにしてもこの際社長のお体に万一のことがあっては それこそ大変ですから、十分ご注意が肝要だと思います。ありがとう。だが僕はこう見えても、まだ職工なんかにやっつけられるほど猛禄はしないつもりだ。そんなことより、だいぶん手紙がたまっている。タイピストを呼んでくれたまえ。瀬川だよ。あの子供は関心にっ帰がうまい。北川は、 上目遣いに社長の顔を眺めたそして五十親父の口紅にちょっと恥ずかしそうなシワの刻まれたのを見ると一種の満足を感じてニヤニヤ笑いながら答えたあっ承知いたしました何もかもこの私が飲み込んでおりますお気遣いなくという意味を込めてちょっと腰をかがめると 北川は社長室を出て隣の事務室へ帰った2室を打ち抜いた広間には1列にデスクが並んで十数名の男女が事務を取っている北川はその一方の隅のタイピストたちの席を眺めた「やっこさんまたやってるな」会計係の野田幸吉とタイピストの瀬川つや子とが席を並べてひそひそ話し合っているのを見ると 北川は意地の悪い微笑みを浮かべてその方へ近づいていった。瀬川さん。野田とつゆことははっとしたように話をやめて顔を上げた。北川は二人の顔をじろじろ眺めながら。お話中なんだけれど、瀬川さんに社長がご用ですって。社長さんが？つゆ子は眉をしかめて。 社長さんお一人でしょ嫌だわ私なぜさ北川はからかい顔に聞き返すだって何のご用でしょう決まっているじゃないか手紙の即記さとかく美しい人はご用が多いのさあら覚えてらっしゃい この間のこと社長さんに言いつけてあげるからこら北川がわざと怒った顔をしてつかみかかるのを巧みによけてそれをきっかけにつや子は社長室へと逃げてゆくなまめかしい笑い声がドアの外へ消えるなんだい君野田はつや子の後ろ姿を目で追いながら北川に話しかける何 妙なところをあいつに見られちゃったのさ。二人連れで歩いてるところを。赤坂かいお安くないね。どうしてそんなんじゃないよ。お安くないといえば、君の方がよっぽどお安くないや。何が隣同士でよ。しょっちゅうひそひそと内緒話がさ。 北側は一段と声を低めてい何が白を切るない野田と瀬川つゆ子の語らいがよバカいい加減にしろだが用心するがいいぜ社長はバカにお気に入りなんだからねあの子供はなかなか即帰が上手だなんて目を細くしてるよ親父 そうかいななななんて平気そうな顔をすするよ。よ。お察し申し申ますよご心配なことだ。いいじゃないか社長がどうしようと僕に関係したことじゃないさも申し訳めいて重々しく言うのを北側はよくも聞かないでもうそのことは忘れてしまったかなごとく別のタイピストの背中へ指先でいたずらをしながら自席の方へ歩いて行った。 野田幸吉はもう一度つや子の出て行ったドアの方へ臆病な一別を投げるとしばらく前のそろばんの玉をいじくっていたがなんとなく落ち着かぬ様子でやがてふと立ち上がるとなるべく人の顔を見ないように目のやり場に困るといった格好でそろそろと部屋を出た廊下には人の影もない彼は足音のしない歩き方で 隣の方へ23歩進み社長室のドアのところでちょっと立ち止まりそうにしたが思い直してさっさと洗面所へ歩いていった広い洗面所の中をどうしたものか彼は別段用をなすでもなく45回コツコツと行ったり来たり歩き回ったなんだか妙にイライラしていた洗面所を出ると彼は やっぱり音のしない歩き方で廊下を戻りもう一度社長室の前に来たそして今度はもう躊躇しないでひょいと腰をかがめドアの鍵穴から内部を覗き込むのであったあのご用でございましょうか。瀬川つや子は、 社長室に入って後ろ手にドアを閉めると非常に取り潰した表情でしかし同時に彼女が男性に対する時はいつもする癖の一種のコビが美観に置き忘れてあったけれどしとやかに腰をかがめたああちょっと手紙を書いてもらいたいのだが西村陽吉は直肥の両脇へ左右の親指を挟んで 残りの指をひらひらさせながら椅子からひょいと立ち上がると文眼でも考える格好で室内を散歩し始めた雇い人の小娘なんか眼中にないといった体でもはやみじめにたるみ始めた口辺の皮膚を精いっぱい緊張させさも生真面目なへの字を作りつや子の方は見向きもしないでこつりこつりと歩いているつや子は引き続き取りすました態度で 社長の大机の脇の小さな角テーブルの前に腰を下ろし持ってきたメモを広げると鉛筆を斜めに構えて差しうつむいている西村は大して急ぎの要件でもなさそうに分威を口述しながらでたらめの曲線を描いてその辺を歩き回っていたがちょうどつや子のかけている椅子の後ろまで来るとごく自然に立ち止まり椅子のもたれに両手をかけて 次の文句を考えるためか目を天井にやってしばらくじっとしていたその様子は手紙の文句を練るのではなくしてつや子の息遣いをうかがっているようにも見えたえーと「右の事情につきお示しの条件にては残念ながら」 きいに添いがたきかとそんなことをゆっくりゆっくりしゃべりながら目はやはり天井を見つめたまま彼の指先だけが奇妙な昆虫の触覚のように何者かを求めて動いたそれはいすのもたれを離れると徐々につやこの娘娘した肩先へと滑っていき ついにその上にふわりと置かれたつや子は少しも気づかぬふうで速記を続けていた背を曲げて一心に鉛筆を走らせている彼女の横顔はたいもなく仕事に没頭しているように見えた西村の広眼な指先はさらに少しずつ少しずつ前進して肩先から腕の方へと張っていった それらの指先は取りすました西村社長とは別物の不思議な生き物のように見えたそれでもまだつや子が動かぬので増長した指でもは懸念と安心と半々の足取りでついにつや子のえくぼの入った手先まで伸びあっと思う間にそれを握りしめたそして不思議なことはその時になっても 西村の目は天井をにらみ彼の口は手紙の文句をしゃべっていたいけませんつや子はやっと気づいたように低い叱責の声とともに握られた手を引っ込めてしかしまだ逃げ出そうともせず鉛筆を動かしていたその調子が妙にやわらかくきだらけに見えた西村の痩せた顔が 変にあからんできた。彼はもう手紙の口述をしなくなったそして目は天井への去勢を忘れ少女の滑らかな首筋へ食い入っていたつや子は背後に恐るべき法要の気配を感じたらしくつと立ち上がって二三歩窓の方に身をかわした彼女の方は奮撃のためにあからみ膨れていた 彼女ははしたなく強制など立てなくいどてで、その代わりに冷たい軽蔑に唇をゆがめてみせたそれにもかかわらず西村陽吉はいつでも冗談に紛らせるだけの余裕を残してますます彼女に迫ってきた机に狭められた通路の一方に男が立ちはだかっているため窓の方へ逃げるほかはなく 彼女はジリジリとその窓枠へ押し付けられていった西村の醜くゆがんだ顔だけが通夜子の眼界いっぱいに広がった年にも2いで嫌に黒々とした髪の毛が汗ばんだ顔に垂れかかり短く迫った眉の下に充血した両目がギラギラと光っていた薄黒い唇が淫らがましく開いて そこから闇に,に染まった長い歯がのぞいていた「いけませんいけませんつや子はもはや「いかれる女王」のお芝居を続けているわけにはいかなかったとうとう悲鳴を上げただがそれは西村を思い止まらせるほど高い声ではなかったそのことが 一層彼の野心を募らせたように見えた男の手が肩にかかったのを感じるとつや子はくるりと彼に背を向けた開いた窓の窓枠にしがみついた後ろから生たかい息が頬をかすめた彼女の上半身ができるだけ窓の外へ曲がった窓の外にははるか目の下に 谷間のような回路が流れていた。S ビルディングと倉庫の胸続きとに挟まれた狭い敷石道は薄暗く陰って人影も見えなかった、3. 新聞記者の山本二郎と探偵小説家の長谷川トンの二人が S ビルディングに近いあるカフェを出たのは午後の4時頃であった冬の日はもう暮れかけていた四つ筋の広告塔のイルミネーションが青黒い空にくっきりと浮き出しているのが妙に物悲しく見えた2人は少しばかり酔っていた夕暮れの風の寒さに人通りの少ない敷石道を彼らはコツコツ靴音を響かせ たかに話しながら歩いていてた。時々砂を交えた空っ風が2人の街灯を翻して通り過ぎた「この辺りを歩いていると日本という感じがしないねことにこんな人通りの少ない日は小説家の長谷川は両側に立ち並んだ西洋館を眺めながら言った君なんかめったにこの辺を歩かないからだよ」。 新聞記者の山本が答えた「地下室なんてものがあるね」「見たまえあそこで弁当を食っているじいさんの頭はちょうど僕らの足と同じ地平線にある変な気がするね」小説家は足元に開いた地下室の窓を覗きながら歩いていたある地下室では白い帽子をかぶったコックたちが 湯気の立ちこもったた。中でせっせと働いていてある地下室ではバタンバタンと印刷機械が動いて一人の子供がせわしそうに紙を挟んでいたそれらの人間の頭が皆足の下にあるのだふと建物が切れて建物と建物との間の路地のようなところへ来ると決まったように鉄の非常柱の上がり口が見えた。 そしてその奥の方は薄暗く何かゴミゴミしたものが積み上げてあった地下室だとか非常場しごだとかそんなものを見るとますます異国という感じだね探偵小説の世界だよ何かしら恐ろしい犯罪でも起こりそうな気がする小説家らしいことを言うねそりゃ犯罪は盛んに行われているさだが 活動写真や探偵小説にあるような劇場的なやつはちょっとないね住んでいるのがやっぱり日本人だからそうかなその辺の曲がり角から覆面のホールドアップでも出そうな気がするがなははははは、<laughs> <laughs> そんなものが出てくれば面白いのだけれど2人はいつの間にか細い道に入っていた S ビルディングの裏手にあたるところで一方には大きな倉庫が立ち並び道幅は自動車がやっと通れるほどの狭い谷合だった君、なんだろう。小説家がふと立ち止まって行く手を指さしながら言った変だだね。ね。人人が寝ているようだ、ね、病人かな新聞記者も気味悪そうに立ち止まった。 薄暗い敷石道に黒い洋服を着た男が長くなっていたその様子が病人や水館ではなくてどうやら死人ではないかと思われた2人はこわごわそのそばへ寄っていったあっ血だ小説家が頓強な声を出した落ちたんだよ きっとこののビルディングの上からだ。頭がめちゃくちゃにやられている記者は物慣れた様子で死体を眺めながら言ったまだ暖かい落ちて間がないのだどこからだろう死体の真上に5つの窓が重なっていた冬のことで窓は皆密閉されている中に最上の5階の窓だけが広く開いて 白いカーテンがひらひらと動いていたいらしいね新聞記者はそう言いながら1階の窓のところへよじ登って外からトントンとたたいてみたしかし中には明かりもなくブラインドが下ろされ人の気配がなかったともかく知らせてやろうじゃないかそこで二人は S ビルディングの表口へ走った 玄関に入ると正面にエレベーターの出入り口が2つ並んでいるその前に駆け寄って慌ただしくベルを押していると一方のエレベーターがスーッと下がってきて鉄のドアがガラガラと開き中から一人の男が出た鳥打ち棒をぶかにかぶり古ぼけた焼香マントに身を包んだ30前後の下品な男だ彼は鉄の箱を飛び出すと 造りの音をペタペタさせて走るように表の薄闇に消えた君電話はないか大変なんだ裏通りに人が死んでいるのだ記者はエレベーターボーイを捉えて叫んだ電話ってビルディングの事務所は5階にあるのですがじゃあ大急ぎで5階だ誰が死んだのです誰だかわからない ドンを5階から落ちたらしいのだともかく警察へ知らせなきゃ今出て行った男ね小説家は箱の中へ入りながら聞いた何階から降りてきたの ?4 階ですなぜだい君新聞記者が不審を打ったなんだか様子が変だったからさねえボーイさん あなたは変に思わなかったかいちっとも見かけない人ですよボーイは昇降機のハンドルを回しながら答えた5階に着くと3人は事務所へ飛び込んだ新聞記者は早速電話機を取って警察とシャトーを呼んだたった一人残っていた事務員は小説家の説明を聞くと慌てて裏通りに面した部屋へ駆けつけた 小説家はその後に続いた。エレベーターボーイはもう一人の仲間と一緒に再び箱の中へ飛び込むと死体の現場へと急いだ5階の裏通りの部屋は全部西村電気商会が借り切っていた全部といっても社長室と2室を打ち抜いた事務室と洗面所っきりなのだがビルディングの事務員と小説家の長谷川とは そのとっつきの事務室へ駆けつけ残っていた数人の社員に事の次第を告げた一同は着せずして窓のところへ集まりそれを開いてはるか下の街路を見下ろした夕闇の街路にはさっきのエレベーターボーイをはじめ数人の人々が死体を取り囲んでいたその真ん中にひしゃげたような黒いものが横たわって暗い中にも。 生々しい血潮がはっきり見えていたおいうちの社長じゃないか社員の一人が叫んだまさかほかの一人はそれを打ち消しながら「おーい誰だかわからないかな」と下に向かって呼んだ西村さんだよ 下から返事が来た。それを聞くと社員たちはにわかに色めき立った社長の宅へ工場などへ電話をかける者も,もあった死体のところへ駆けつける者も,もあった庶務の北側は23の社員とともに社長室を調べたドアは異常なく開いた室内にも窓が開け放っている他には別に変わったところはなかった ここから落ちたんだね。しかしまさか社長自身が飛び降りたわけではなかろうがおかしいね誰かに突き落とされたのだろうか社員たちは青ざめた顔を見合わせてささやき合ったエレベーターがせわしく上下して西村商会の社員ばかりでなく他の部屋の人たちも5階に集まってきた 一方、街路の死体のところには刻一刻一数が増していった山本の新聞社の記者が写真班を連れて駆けつけた写真を一枚撮っておいたよ彼らは誤解にやってくると山本のそばによって手柄顔に報告したやがて警察の連中が到着したそれと見ると人々は我先にと現場の方へ急いだ 山本をはじめ新聞社の人たちもその中に混じった一とおり検視が済むと死体はビルディングの一室に担ぎ込まれ警官たちは五階へ上った群衆はまたそのあとに従った四西村商会の応接室のテーブルを囲んで 数名の人々が厳粛な会話を取り交わしていた裁判所と警察の人たちは西村商会の主だった社員それに新聞記者の山本も事件の発見者として同席を許されていた小説家の長谷川はどこへ行ったのか姿を見せなかったここ1時間以内の出来事らしいのですが誰も気がつかなかったのは変ですね物音はしなかったのですか 検事とぼしき一人が尋問を続けた答弁は主として庶務の北側が引き受けていた部屋は密閉しているものですから少しくらいのものとは聞こえないのですみんなに訪ねてみましたが誰も気のついたものはないようです社長室に最後に入ったのは誰でしょうそれは私ですほんの今し方のことです 書類に判をもらうものがあったのですからそれを持って社長室へ行ってみますと誰もいないのです帽子や街灯は残っているしドアに鍵もかかっていませんのでちょっとその辺に出られたのだと思ってそのまま事務所へ引っ返したのですその前に社長室へ入ったのは多分タイピストの瀬川だと思いますもう先ほど帰宅しましたが瀬川つや子という娘です これが手紙を即帰するために社長のところへ呼ばれていました30分ほどで事務室へ帰りそれからまた30分もすると規定の時間が来たものですから帰宅いたしました変わった様子はありませんでしたかいいえ別案そのタイピストが社長室を出たのは何時頃でしたはっきりは覚えませんが3時半頃だと思います すると3時半から死体の発見された4時半頃まで約1時間の間に事件が起こったわけですねところでこの裏通りは人のあまり通らないところですかご覧の通り向こうの倉庫の裏とビルディングの裏とのほんの空き地と言ってもいい場所でめったに人通りはありませんそうでしょうでなければもっと早く死体が発見されていたかもしれません そこで何かお心当たりはありませんかもし他殺だとすればですね別に心当たりというほどでもありませんけれど、最近社長のところへはたくさん脅迫状が来ているのです。ご入用でしたらまとめて差し出しますが。誰からです工場を解雇された職工たちからです。もっとも匿名ですから、差出人はわかりかねますけれど。 危険なのがありますか。そりゃあ解雇されたうちには随分乱暴者もいますから後で解雇職工の名簿とその脅迫状を拝借しましょう工場の職長に聞けば危険なやつの名前はわかると思いますその場に気合わせていた技師長が口を挟んだしかし職工などがいきなり社長室へ入ることができますか 廊下に受付はいませんけれど来客は皆事務室の方へ来るようになっていますそこに紹介の看板も出ていますしエレベーターから来ればとっつきの部屋ですからでは社長室へ行くことができるのですねできないことはありません事務室の中から廊下は見えないのですか窓はすりガラスになってますから この頃ですと見えません。すると事務室の前を通り抜けて社長室に侵入したものがないとも限りませんねでも所長のテーブルにはベルもあるのですからベルがあったところで押す余裕のないこともあるでしょうそれから社長室ですね我々としては多少調べたところもありますがあなた方から見て何か変わったところはないでしょうか きちんと片付いていて格闘の跡なんかありませんし別にこれといって社長の折りかばんがなくなったといいますねああそれは確かに私が見たのですがどう探してもありません何が入っていたのです詳しいことはわかりませんが今朝現金2000円をお渡ししてあります財布にないところを見ると どうもそれが折りかばんに入れてあったようですどうした金です使い道はわかりません社長の命令で会計から渡したのです私どもの店では社長の個人用の金も命令次第で名目をつけて会計から支出することになっています株式会社と異常、実は個人商店みたいなものですからそこで検事は かばんの外形から紙幣の種類などを聞き取って片江の書記に控えさせたそしてなおしばらく些細な問答が繰り返されやがてその夜の尋問は一段落を告げた五山本はその場で原稿を書いて応援の記者に持たせてやるともう用済みだった 彼は待ち合わせていた小説家の長谷川と一緒にビルディングを出るとこの興味ある見聞について話し合うためにまたもや近くのカフェに立ち寄った驚いたね隅っこのテーブルを選んで腰を下ろすと山本が言った驚いた長谷川はがっかりしたようにほっとため息をついた他殺にそういないが、 あの調子ではちょっと犯人は出まいね一つも証拠がないのだから刑事がいたね私服のいたよあいつがだいぶ熱心に調べていたようだが何か見つけたかもしれないねそれはわからないしかし検事の口調では大した発見もなさそうだった嫌疑者はないまあ強いて言えば 工場を解雇された職工なんだがそれも何十人とあるのだからなかなかわかるまい脅迫状が来てるとか言ったねその筆跡で見当がつくかもしれないさあどうだかそれよりも君はあの尋問の間どこへ行っていたのだい姿を見せなかったじゃないか4階3階屋上などをぶらついていたどうして 何か手がかりはないかと空想しながらどうして4階や3階に手がかりがあるのだいみんな5階から墜落したと決めているようだがそれが少し独断ではないかと思ったのさだって5階の窓が開いていた窓はあとから閉めることができるよう死体の垂直線上には1階から5階まで5つの窓と 屋上の広場のあることを考えてみる必要がある1階2階はあまり低すぎるからのぞくとしても3階以上4つの落ち葉があるそれを一応調べてみるのは決して無駄ではないよそれで何か手がかりがあったのかいいや何もない分かったことはあの社長室のすぐ下の4階は 石垣という建築士の事務所その下の3階は空き部屋だ両方とももう戸が閉まっていて調べようにも方法がない君も物好きだなそれだけのことでどうしてあんなに長くかかっていたのだエレベーターボーイだとか小遣いの親父だとかいろいろなものを捉えて話を聞いていたのさおかげで あのビルディングのことはだいぶんくわしくなった何か得るところがあったかいまああったようななかったようなこれからの僕の腕次第だなじゃあ君はもっとあの事件に深入りしてみる気なんだねできればねしかし案外つまらない事件かもしれない面白い危険のない程度でやってみたまえ 僕も応援するよ。こっちは商売だからねあの最初エレベーターで出会った男ねあれは確かに県議者の一人だよひょっとしたら解雇された職工かもしれない誰も知らないのだ上がる時は階段から行ったらしいあのエレベーターボーイが4階から乗るのを見たきり他には人にも出会った人がないのだよ よっぽどこっそりと上がっていったものにそういないなるほどそういえばあいつは確かに怪しい大慌てで逃げ出していったからねそれから2人は何度もコーヒーのおかわりを命じて長い間話し合ったそれからそれへと犯罪団は尽きなかった冬の夜はいつしか吹けて彼らがカフェを出たのは もう九時を過ぎていた六その晩の九時半頃のことであるちょうどその日宿直の晩に当たった会計の野田幸吉は酔い緑口の騒ぎもほぼ静まり方々からうるさく問い合わせてくる電話の応接も大抵済んだので 肘かけ椅子をガスストーブのそばへ引きずっていって疲れた体をぐったりとその上に乗せた彼の様子は妙にそわそわしていた椅子を立ったり座ったり時々社長室へ通ずるドアのところへ行って腰をかがめて鍵穴から中をのぞいたりしたドアには警察の封印がしてあって警官の立ち合いの上でなければ 中へは入れないのである。やがて彼はがっかりしたもののようにぐんなりと腰掛け椅子に寄りかかっているとなんだか大急ぎで階段を駆け上がってくるような音が下から聞こえてきた彼は全身の注意を耳に集中してだんだん近づいてくる足音に耳を澄ました足音は彼の部屋の前でピタリと止まった。 ココンコンとノックの音がする。彼はできるだけ冷静な態度を装って「どなたですか?」と聞いた「警察のものです」「ちょっと急に調べる必要があったものですからどうぞ開けてください」野田はぎょっとしたが相手が警官と聞いては開けないわけにはいかないポケットから鍵を取り出して 震えるえ手先で鍵穴へ突っ込んでギリッと回した「どうも遅くなってすみません」と警官にしてはバカに丁寧な挨拶をしながら入ってきたのはさっきの若い刑事であった冬木刑事は野田がストーブのそばへ持ってきた椅子にどかりと腰をかけて野田と向かい合った「急に思い出したものだから」 ちょっとお尋ねしようと思って来たのですがね冬木は朝日の袋をポケットから出してガスで火をつけながら言ったそれよりも前に社長室のドアはまだ誰も開けないでしょうな刑事はちょっとドアの方へ目をやったはいそのままにしてあります実は庶務の北川さんが 大変不利な立立場に立っておられるのでね。そのことでもう一度あなたからはっきりお聞きしたいと思ってきたのですが北川さんが最後に社長室へお入りになった時刻はさっきあなたがおっしゃった時刻で間違いありませんねはい確か4時15分でしたそれから社長室を出られたのはそれから間もなくでした 間もなくというとそうですね3分かせいぜい5分たったかたたないうちです社長室から出てきた時に別に変わった様子はありませんでしたかい,いえ私は別に気がつきませんでした確か社長はどこへ行ったんだろうなんてみんなのものに聞いていたように思いますその聞き方に、 別に変わっったたところはなかかですか例えば声が震えていたとかいつもよりも特に声が大きかったとかあるいは何だかわざとらしい聞き方だったとかそういうことは別に気がつきませんでした社長室の中にいる間にも別に変わったもの音は聞こえなかったのですねそうですいやどうもありがとう では、ちょっと社長室を拝見しますかな。窓はあのままにしてあるでしょうなと言いながら冬木刑事は立ち上がった野田も同時に立ち上がったやがてドアの封印を破って冬木が先になって2人は社長室へ入っていったスイッチをひねると室内は昼のように明るくなった室内は なつ取り乱されていない。恐ろしい凶行の行われた現場とはどうしても思えない冬木刑事は無言のまま開けっぱなしにしてある窓のところへ行ってポケットから虫眼鏡を取り出しながら言ったすみませんが電気をこちらへ引っ張ってくれませんか野田は言われるままに電灯のひもを緩めて 百色の玉を窓のそばへ持って行って右手でそれを差し出した冬木刑事は窓枠のあちこちへ虫眼鏡を当ててしばらく熱心に何者かを探していたがやがてナイフを取り出して細かいほこりのようなものをかき集めて油紙の中へ入れたそれが済むと今度は窓枠の下のリノリウムの床の上へ同じく虫眼鏡を当てて 雲のように這いながら前と同じように熱心に何者かを調べてやはりナイフでほこりをかき寄せて別の油紙に包んだ風がなくてよいあんばいだったと彼は腰を伸ばしながら油紙の包みを大事そうにポケットへしまったそれからまた元のようにドアに封印をして2人は 事務室の方へ引き返してストーブの前に向かい合って腰を下ろした冬木刑事は朝日を一本吹かすと「どうもお邪魔しましたいずれ」と挨拶しながら帰りかかったがふと何か思い出したものと見えて立ち止まって「3時ごろに社長室へ行ったタイピストは瀬川露子さんとか言いましたね」野田は、 この質問を聞くと、なぜか相手にもわかるほどわなわなと震えた「そうです」と答えた声にも震えが伝わっていたことは言うまでもないけれども冬木刑事はそんなことは別に気にも留めずに言った「その女が今日着ていた着物の字なんでした?」「名船だったように思います」 羽織はおりの柄には紫の色は混じっていませんでしたかええ大きな紫の模様がついていました会話はこれで終わって冬木刑事は出ていった刑事が出ていってからものの5分と経たたぬうちにまたもや慌ただしい足音が階段に聞こえて 野田をひやりとさせたやはりその足音も西村電気商会の事務所の入り口の前でピタリと止まった前と同じようにノックの音がする「どうも遅くなってから」と息を切らしながら入ってきたのは探偵小説家の長谷川だった「さっきは大変でしたね」 その後、別に変わったことはなかったですか別に変わったことはありませんがつい今しがた昼間の刑事が来ましたほほうあの背の高い方ですか低い方ですか低い方でしたそれじゃあバツバツの冬木刑事だなあの刑事はなかなかあれでしっかりしていますよでどんなことを調べていきました 野田吉は冬木刑事が北側が社長室へ入った時間などについていろいろ聞き立たしたことそれから社長室の開けっぱなしである窓の窓枠や床の上を虫眼鏡で念入りに調べて何かゴミのようなものを油紙に包んで持って帰ったことなどを詳細に語った長谷川はいちいちうなずきながら聞いていたが野田の話が終わると もう恐れっきりでしたかと念を押した野田は警視が帰りがけにタイピストのことをちょっと聞いた旨を告げた何か着物の字のことでも聞いたのですかそうです着物の字や色のことを聞きましたと野田はびっくりしながら答えた「えらい!」 長谷川は思わずポンと膝を打った僕と同じところへ目をつけているしかも僕より早く気がついたのはさすがだ野田さん僕もこの通り虫眼鏡を用意してきたのですよだが警官が帰ったあとじゃ社長室へ入るわけにもいかんしもう調べなくとも結果は分かったようなもんですがねこう言いながら彼は さっき刑事が持ってきたのと同じような虫眼鏡を手のひらへ乗せてみせた長谷川が S ビルディングを出る時方々の部屋の時計が十一時を打つのが聞こえた七松松署ではつい二、三か月前にも 白炭貿易省を襲った強盗事件で散々ミスをつけて警視庁からお目玉を頂戴している矢先のことでもあるので西村商会社長の変死事件に対しては近来稀に見る緊張ぶりを示した所長をはじめ事件担当の刑事に至るまで口でこそ言わぬが名誉回復はこの一挙にありと期していたのだ今しも社長室では、 山川所長と常藤司法主任とが膝を突き合わせて密議を凝らしている話している方は主任で所長はバットを吹かしながら時々うなずきつつ主として聞き手に回っているようであるで床から窓枠まで測ってみますときっちり205寸がありますいいですか205寸というと 普通の男でちょうど腰のところまであるのですよ。腰のところまで枠があれば部屋の中でどんなに滑ったり転んだりしても過失で墜落するはずはありません。おまけに部屋の中には滑ったり転んだりしたらしいせきは少しもないのです。してみればこの際過失で墜落したのではないかという疑いは。 全然念頭に置かなくてもよいと私は思うのです。次に自殺の疑いですが、これにも何の証拠はありません。第一、家族の者や社員の者にいろいろ聞き正してみても、社長の様子に近頃変わったところがあったといったものは一人もありません。なるほど、後院のストライキや脅迫状などで、 心配は心配だったに相違ありませんがああいう陽気な気質の人間がそれくらいのことで自殺をしたりするとは思われませんからね現に今日もあの事件が起こる前に北川が脅迫状を社長に見せたらまたかい根気のいいものだねなんて他人事のように笑っていたというではありませんかそれに 部屋中探してみても衣装らしいものは何一つ見つかりません。十分遺書を書く時間があるのに。また、社のことにしたって、家族のことにしたって、相当言い残しておく必要がある身なのに、一つも遺書らしいものを残していないということは、それだけでも自殺でないという立派な反証ですよ。その上、返事のあるすぐ前に、 タイピストに書かせた山田貿易商会へ宛てた手紙の終わりには「明朝10時にご来社下されたく」「お示しの条件については肺がんの上ともかくご相談いたしたくろう、と書いてありますね。自殺をする人間が明日の朝会う約束をするなんて考えられんじゃありませんか。 どういうようなわけで過失でも自殺でもないとすればどうしても他殺と認めなければなりませんなるほどで君が北側に嫌疑をかけたのはどういうわけだねと所長は常藤主任の説明に満足しながら聞き直したその時所長室のドアをノックする音が聞こえた 冬木です。と言いながら入ってきたのは西村商会から大急ぎで引き上げてきた冬木刑事であった所長は顎の先で冬樹に腰をかけるように命じながら目は常藤主任の顔から離さないで質問の答えを待ったままず、んを立てて申し上げればなりませんと常藤主任は ちょっと冬行の表に一別をくれながら語り出したご承知の通り被害者の死体は開けっ放しになった5階の窓の真下で発見されたのですそして発見された時にはまだ体に温かみがあったということを発見者の山本と長谷川という2人の男が証言しておりますそれから医師の検案書によると後頭部と 肩甲骨の部分とにひどい打撲症があるばかりで火器や刃物の傷ともなければ毒殺の形跡も全くないというのですいいですかしてみるとこういうことになるじゃありませんか被害者は5階の窓から突き落とされて死んだものに相違ないとね打撲症以外に死因と認むべきものがないということ それから死体多少暖かみは残っっててていいも、まず死死体体と言ってよいでしょうね。死体が5階の窓の真下にあったことこの2つで被害者は5階の窓から突き落とされたものだということは確実ですよ。こう言いながら彼は自分の組み立てた論理が聴者にどんな効果を与えたかを偵察するもののように改めて 2人の聞き手を当分に眺めた「しからば」と彼は満足と得意の色を表に表しながらこうついだ「5階の窓から西村を突き落としたものは何者か」というのが次に起こってくる問題です私の考えではこれは明明白々な問題だと思うのですいいですか あの死体を発見した2人の証人は口をそろえて死体がまだ温かかったと言っているのですよ。この点が肝心なのです。一体路傍で突然死体を発見した人間はまず頭か獅子を触ってみるのが順序です。ことに被害者は洋服を着ていたのですから。 わざわざボタンを外して胸や腹の方へ手を入れてみることはまずありえないと見なければなりません。それから靴を履いているから足を触ってみることも不可能です。してみれば、証人が温かかったと証言しているのは頭部か手足か。おそらく頭部を触ってみての証言でしょう。ところで、 人間があのビルディングの5階の窓からあの敷石道へ墜落したらひとたまりもなくその場で即死することは疑問の余地がありませんね。そこで即死した死体のしかも外部へ露出している頭にまだぬくみが残っていたということはその死体が即死してからせいぜい10分以内に。 あの二人の証人がそこを通り合わせたということになるじゃありませんか。なるほど。と所長は椅子の上で体を揺り動かしながら心持ち前へにじり寄ったところであの二人が死体を発見したのは4時30分です。してみると被害者が5階の窓から突き落とされたのは 4時20分から4時30分までの間であるということになりますね。しかるにちょうどその時刻にあの紹介の処務をしている北川という男が社長室へ入っているのです。そして北川以外にその時刻に社長室へ入ったものはないのです。私が北川に嫌疑をかけたのはいや、 権というよりも彼を確定的の犯人だと申し上げるのはそのためなんですうん山川所長は大体いい満足はしたが少々腑に落ちぬところがあるというふうな態度で言ったその北川は まだ自白せんのずうずうしいやつですこれほど在籍が明瞭になっているのにまだ隠しているなんてああいうやつにかかると始末に終えませんだが今晩中には泥を吐かせてご覧に入れますよと常藤主任はプリプリしながら言った彼は所長が自分の説明に まだ幾分物足りなさを感じているらしいのに気がついて、それが不満でたまらなかったのである。所長は黙って聞いていたふゆ刑事を帰り見て、時に君の方で何か新しい材料が見つかったかね、ふゆき君。と言った。別に大したことでもありませんけれど、少し私も調べたことがあります。ただいまの主任のお説は大変面白く拝聴しまして、 大いに参考になりましたが12の点について私には異論がありますそれを申し上げてもよろしゅうございましょうかほほうそりゃ面白い言ってみたまえと言いながら所長は今度は冬木の方へ椅子をにじり寄せた常藤主任はあざけるような態度で無言のまま冬木の口元の辺りを見つめた 私はまず第一に主任が被害者があのビルディングの5階の窓から突き落とされたのだと断定なさったことに少々疑いを持っているのですほうほうでは何かね被害者は5階の窓から突き落とされたのじゃないというんだね少なくとも5階の窓以外のところから落ちても死体があの場所にありえると考えるのです なんだそんなことか何かと思ったらと常藤主任は少なからず軽蔑の色を口紅に浮かべながらそっぽを向いた2階から屋上まで落ち場所が5か所ありますからねと冬木刑事は主任の方は見向きもせずに言葉を続けたで君は被害者がどこから落ちたと言うんだね 落ちたと申し上げるのではなく落ちたとすれば落ち場所が5か所ありえると申し上げたのですが私は被害者はおそらく5階の窓からもその他の4つの場所からも落ちたのでも突き落とされたのでもなかろうと思うのですふんそれはまた妙な考えだねと社長はもう一度冬木の方へ椅子をすり寄せた 常富士は馬鹿げたたわごとはもう聞いておれんというような様子を露骨に示しながら椅子を立ち上がって室内を歩き始めたとは言うものの耳だけはウサギのように伸ばしてイチごも聞き漏らさじと冬樹の言葉を注意していたことは無論である第1死体の発見された場所はだいたい5階の窓の下ではありますが あまりにあのビルディングの軒に接近しすぎていますほとんど軒の石材とすれすれのところにあの死体は横たわっていたのですもし5階の窓からあの死体を投げ出したとしますとあの建物には2階と1階との間に突出部がありますからそれをよけてその向こうへ投げ出さねばなりませんもし窓からすぐ垂直に下に落とせば突出部に触れて 外方へ跳ね飛ばされるにそういありません。そうしますと死体はいずれにしても少なくも歩道の中央部へ落ちていなければならぬい理屈です。もっとも落ちてからあそこへ転がっていくじゃないかとおっしゃるかもしれませんが、あの高さの建物なら2階から落ちても大して転がるようなことはありません。いわんや5階から落ちたとすれば、ぼたもちを床の上へ落としたように。 ぺちゃんこに潰れてしまうだろうと思います少なくとも水平な敷石の上を落ちてから一軒近くも転がるようなことは絶対に不可能ですなるほど所長は少なからぬ興味を表に表した主任も我知らず椅子に腰を下ろして緊張し始めた冬木刑事は続けて語り出した それから私は死体の発見された場所の敷石道をよく調べてみましたが高いところから落ちたような形跡はありませんでした血はついていましたが静かに流れた血の跡です5階から落ちたとすれば肉片や毛髪などが石の上にへばりついていなければならぬはずですがそういうものは少しも見つかりませんでしたそれから さっき拝見した死体解剖の懸案書を見ますとなるほど打撲症以外に傷はありませんから打撲によって殺されたものに相違ありませんが打撲症は必ずしも5階の窓から突きき落とさななけければででいわけではありません。それにこの場合には5階から突き落とされたと仮定しては説明のできない点が無数にあります。第一 あのの死体の打撲症は、後頭部と肩甲骨と肩骨所しかありません。しかも後頭部の打撲症には後ろから力が加えられており肩甲骨の打撲症の方は上から力が加えられていますもし墜落したための打撲症なら同じ方面から力が加えられているはずじゃありませんかおおよくわからんが聞いてみればそのようだね。 所長は大きくうなずいた。それに頭部はだいぶひどくやられていますが獅子の関節は完全ですしその他のどの部分にも強い衝撃を受けた跡はありません衣類なども大して汚れてもいないのですもし5階から墜落したのなら手足の関節などはめちゃめちゃになっていたはずだと私は思いますがどうでしょう所長も主任も、主任 今では完全に冬木刑事の明快な論理に征服されたもののごとくただ黙って傾聴しているよりほかはなかった9それでも私はまだもしやと思って今しがた問題の社長室へ行って窓枠のところを虫眼鏡でよく検査してきましたもし あの窓から突き落としたのだとするとどんなに不意に突き飛ばしたところで二尺五寸も高さのある枠の外へあの太った被害者の体がゴムマりみたいに飛んで出るわけはありません必ず窓枠が邪魔になりますそこで少なくも衣類が強く窓枠に摩擦するはずですところであの窓枠はペンキが少しはげかかって ところどころ木材の生地が出てザラザラしていますから強く摩擦すれば被害者の着ていたメルトンの服地から細かい毛がかすり取られて窓枠に付着するに相違ありませんところがいくら調べてみてもそのようなものは見つかりませんでしたただ不思議なことには瀬川つゆ子というタイピストの着物の地から取れたらしい糸が1本見つかっただけです きっとあの女が最近あの窓に持たれていたことがあるにそうやりませんそのことならと所長はちょっと冬木の言葉を遮って警視庁の方から先ほど報告が来てるんだ君にはまだ知らせるのを忘れていたがと冒頭して瀬川つゆ子がこの物語の冒頭に記しておいた 社長室の内部で起こったことの末を逸一証言し誰か社長室の直接廊下へ通ずるドアをノックしたものがあったので社長さんが慌てて手を離されましたからその間に私は事務室の方へ帰ってまいりましたと言ったことその時にドアをノックしたのは誰か瀬川は知らないと言ったことなどを語ったそれは重大な話ですね と冬木刑事は自分の話を続けることを忘れて叫んだそうかもしれんがまず君の調べたところをしまいまで聞こうと所長は言ったつまり今まで申し上げたようなわけで被害者は決して5階の窓から突き落とされたものではなくまたおそらくどの窓からも突き落とされたものではないという結論に私は到達したのです むしろ被害者は死体の発見された現場で殺されたかあるいはその近くで殺されてあそこまで加害者が運んでいったものかいずれかだと私は思うのですそれから主任は死体が発見されたときにまだ温かみがあったということを大変重要視しておられましたがあのお説には私も全く敬服してしまいました たとえ5階から落ちたのではないとしてもあれだけの重傷を負った死体に温かみが残っていたとすれば殺されてからほんの23分せいぜい5分くらいしか経っていなかったものと想像されます主任は10分とおっしゃったが私はせいぜい5分と考えるのですわずか5分の差ですけれども死体が冷却していく速度の問題ですから5分どころか1分だって大切です 現にそのために私は主任と正反対の結論に達したのです主任は北側を確定的な犯人だとおっしゃいましたが私は彼を確定的な無罪だと考えるのです主任は北側が4時20分から4時30分までの間に社長室へ入ったと申されましたがそれは間違いで北側は 4時20分ままでには社長室から出てきてきいます北側は社長を突き落としてすぐに出てきたとしても死体が発見された時までに10分以上経過しているのですそれにもかかわらず死体がまだ温かかったというのは不合理だと私は考えるのですそこで被害者はどうしても4時20分以後多分4時25分から 4時半までという際どい時刻に殺されたと考えねばなりませんがそうすると北側には完全なアリバイが立っているわけです。あの男は4時15分からせいぜい4時20分まで社長室へ行っただけでその後はずっと事務所の方にいたのですからねしかしこの点はなおよく専門家の意見を聞かねば断定はできませんが それよりももっと北側の無罪を証明する有力な証拠は社長室を出てきた時の北側の様子にちっとも変わったところがなかったことですどんな大胆な人間でもすぐ隣の部屋で主人を殺しておいて平気でいられるはずはありません必ず人目につくようなヘマをやるものですそれに隣の部屋からいつ誰が入ってくるかもわからぬのに ドアに鍵もかけないで大胆な凶行を演ずるなんてことは考えられませんまたいくら下に人通りがないからといって東京の真ん中のことですいつどの街角からひょっこり人が現れてくるかもしれないのに窓から突き落として人を殺すなんてことはまるで舞台の上で人殺しをするような危険な芸当ですしかもそれほど大胆なことをする人間が 窓を開けっ放しにしてわざわざ嫌疑を受けるようなことをするどおりはないと思います。北側が無実だとすると社長の留守の部屋へ入って3分も5分もいるということは不思議だね。ドアを開けてみりゃすぐ社長のいないことは分かりそうなものだ。わざわざ中へ入るにも及ばんじゃないか。と常藤主任は言葉を挟んだ。 それもそうですが会社員などというものは社長とか上役の身の回りのことについてはちょっと外部から想像できないほどの好奇心を持つものです北川が証言しているように実際あの男は社長のデスクの上に置きっぱなしにしてあったハガキの差出人や文面などをひっくり返して読んでみていたに相違ありません現にいくらかハガキの文面を覚えているじゃありませんか ことによるとデスクの引き出しくらい焼けて見ていたのかもしれませんそのくらいで議論はよしとしてと所長は乗り出した上半身をまっすぐに伸ばしながら言った冬木君にも誰か犯人の心当たりでもあるのかねいいえまだ私には犯人は誰とも見当はつきませんがそれよりも前に先ほど社長のおっしゃった 瀬川つゆ子が証言したという社長室の廊下へ通ずるドアをたたいた人間を一刻も早く探さねばならないと思いますそれから今夜宿直で事務所に残っている野田幸吉という男を早速降印してもっと取り調べなければなりませんあの男は会計の方をやっていておまけに今日社長に2000円の現金を渡したと言っていますところが その現金がカバンと一緒に紛失しているのですから果たして野田が社長に2,000円を渡したかどうかも一応疑ってみる必要がありますしその他にもあの男は何か知っているかもしれませんもちろんあの男は犯人ではありますまいが瀬川が社長室へ行っている間あの男が廊下へ出ていたというのも変ですねことによると社長室のドアをたたいたのも あの男かもしれません。それから脅迫状の筆跡鑑定は大至急を要すると思いますね果たして行員のいたずらかそれとも別に被害者に恨みを持っていた人間の仕業かよく調べてみなければ分かりませんがそれによって捜査方針がよほど変わってきますからねそれから死体を発見した2人の証人が エレベーターの入り口で行き違ったという男の行方を捜索すること紛失したカバンの行方を探すことなどもぜひとも必要ですねそれに私の申し上げたように被害者は果たして墜落によって死んだものでないとすれば必ず凶器があるはずですからそれを早く発見しなければなりませんそのほか所長と司法主任と 冬木刑事との間にはなお若干の会話が交わされたそして罰罰バの捜査方針が決まって三人がひとまず解散した時は時計は一時をだいぶ回っていた十とうとう野田が降印されたじゃないかそういえば夕べ というよりも今朝だが回顧行員が葬儀団の本部へ集合してるところを一網打尽に捕まったそうだよ新聞にはまだ出ていないがねははあで筆跡でも撮ってみたのかいうんところが脅迫状の筆跡らしいのはないそうだもっともまだ専門家の鑑定を受けんとよくは分からんそうだがね時に 君はだいぶこの事件に深入りしているようだが何か君の方でもその後見つかったかい何小説家が道楽半分でやってるのに大したことが分かってたまるもんかいそんなことがあったらその道の刑事の鼻の下が干上がるじゃないかでも多少見当はついたろ犯人のかいああ全くつかんねえ ただ被害者は5階の窓から突き落とされたんでないことだけは分かったよそりゃ大発見だねどうしてだ大発見なものかバツバツ署じゃ僕より先にそんなことは分かっているんだぜあの冬木という刑事ねちゃんと僕の先手を打ってるよ君は死体の写真を撮ったはずだねあれは大事にしまっときたまえ後で有力な証拠になるから あの死体の格好をよく研究してみりゃ、それだけでも被害者が誤解から突き落とされたんじゃないってことはわかるんだがな。新聞記者の山本と探偵小説家の長谷川とは、その次の朝9時ごろ、まだウェイトレスたちが尻端処理で部屋の掃除をしているカフェ、スミレ県の隅っこのテーブルを囲んで、熱いブラジルコーヒーをすすりながらこんな会話を取り交わしていた。 時にもう9時過ぎだね。君はまだ出勤の時刻には早すぎるがどうだこれから僕と一緒に少し歩かないか妙なものが見つかるかもしれんよことによると新聞だれになるかもしれないぜそりゃ耳寄りな話だねなんだいその妙なものというのはやっぱり昨日の事件に関したものだろうねもちろんさ 道々ゆっくり話すがあの殺人に用いられた凶器を探しに行こうと思うんだよまあそんな驚いた顔をせんでついてきたまえただやたらに探し回るわけじゃないんだちゃんと根拠もあり探す範囲も限定されてるんだからきっと見つかるよ2二人は50銭銅貨をテーブルの上に置いてすみれ剣を出た空は朝曇りがしていて寒かった 長谷川はみちみち山本に被害者が5階から落ちたものでないと断定するに至った筋道を話したそれは冬木刑事の推理と大道彰尉だからここでは全部省略するただ最後に彼はこう言った打撲症の傷から推察すると凶器は相当大きな鈍器に相違いないねしかも金属ではなくてこ棒か 野球のバットみたいなものあるいはもう少し大きいものに相いないしてみるとそんなものを加害者が遠くまで持っていくとは考えられんきっと現場からあまり遠くないところに捨ててあるに相いないんだもう一つ冬木刑事の言わなかったことで長谷川が山本に語ったことがあるあのエレベーターですれ違った男ねあの男は マントを着て一見婚姻風な様子をしていたね君はあの男の手を見なかったかい随分細い白い手だったよあんな手は労働者には珍しいねことによると僕は変装じゃないかと思うんだ君に言わせるとあんまり小説家の空想じみているというかもしれんがこんなことを低い声で語っている間に 2三角三角人は急いで飛び降りた停留所から S ビルディングまでは1丁半ぐらいしかないのであるさあそろそろ捜索を始めるんだ S ビルディングを中心にして半径1丁くらいの円の中のドブとかゴミ箱とかそのほかちょっと人目につかんようなところは残らず探してくれたまえことに 人通りの少ない路地などは最も念入りに探さんといかんぜそれから約三十分二人は区域を分担して物陰という物陰ドブというドブゴミ箱というゴミ箱を残らず探したがついにとろうに終わったダメだ長谷川ががっかりしていったやっぱり君の考えが。 小説家のの空想だったのかなと山本は笑いながら答えたそんなはずはないと思うがねだがことによると初めからすっかり方針を立て直す必要があるかもしれんしかし僕は念のためにもう一度探してみるよ君は社の方が遅れるといけないからもう出勤したまえこう言いながら長谷川がひょいと向こうを見ると 背のの低い男が街灯の襟を立てハンチングをまぶかにかぶってしきりに何かを探しながら2人の立っている S ビルディングの方角へやってきた「おいおい」と長谷川は山本の肩をたたきながら言った「見たまえあそこへ冬木刑事が来るよ」「驚いたなやっッさんやっぱり我々と同じ推理をしてるんだ」 夢中になって何か探しているじゃないかきっと狂気に使ったこん棒のようなものを探しているんだぜ賭けをしてもいいよ驚いたね君たちの考えがそこまで符合してるなんてだが先生もやっぱりまだ探し当たらんと見えるね2人は足音を忍ばせて冬木刑事のそばへ行った冬木さんじゃありませんか 長谷川はいきなり後ろから声をかけた随分早くから碁性が出ますねこりゃお珍しいお二人連れでどちらへ昨日はどうも失礼しましたと冬樹はびっくりして顔を上げたあなたと同じように探し物に来たんですよ昨夜はすっかりあなたに先手を打たれましたね私も虫眼鏡を持って、 てくてくあの5階まで行ってみましたが下手の考え休むに似たりでもうあなたがすっかり調べてお帰りになったあとでしたよそのかわり今日は少し私の方が早かったようですなもうこの辺りを探してもダメですよ我々2人で手分けしてすっかり探しましたがいたずらにドブネズミの安眠を妨害したにすぎませんでしたよ私は別に 何も探しに来たのじゃないのですがとうふゆきは明らかに驚きの色を表に表しながら強いてさりげない口調で言ったちゃんと見ていましたよそれにあなたの手はどうですお互いに煙突屋みたいに真っ黒じゃありませんかもうお隠しにならずに一つ二人でよく相談しようじゃありませんか私も今ちょっと思いついたこともあるのです 冬木刑事も長谷川との協力を有利と見たものかとうとう蛾を追って今後は2人で助け合うことを固く誓い互いにこれまで知っている材料や意見を提供し合った山本は時間の都合があるので2人にいとまを告げ長谷川に向かって何か変わったことがあったら差し支えない範囲で社の方へ知らせてくれたまえ。と言いおいて、 電車道の方へ急いで行った。今思いついたというのは他でもないですかねと長谷川は山本の牛の姿を見送りながら冬木に言ったあなたはポの「盗まれた手紙」という小説をご存知でしょう家中捜索しても見つからなかった手紙がちゃんと目の前の調査しに刺してあったという小説ですねもっとも日本にだって。 東大元暮らしとか足元から鳥が立つとかいううまい言葉が昔からあるんですが私は今そのことを思い出したんです狂気はきっとあのビルディングの中にあるに相違ないと思ったのですこれからちょっと付き合ってくださいませんか警察の方と一緒だと何かに便利ですからそういうわけなら願ってもお供がしたいですな二人が S, S ビルディングの入り口を入っていくとちょうどその時茶のうな顔をかぶってネズミ色の街灯を着用し色眼鏡をかけた四十格好の一人の紳士が二人と行き違いに出ていった長谷川はなんだか見覚えのある顔だと思ったがよく思い出せなかった妙な格好をしていますね神経痛でも病むのかなんだか腰の辺りを抑えるような格好をしていたようじゃありませんか そういえば僕はあの男にどこか見覚えがあるんですがねどうもよく思い出せないんです2人はこんな会話を交わしながらエレベーターで5階へ上がっていったビルディングの事務所へ行ったこのビルディングには空き室がありますかただいま3つばかりございます4階にもありますかね 4階にも1つございますが。と事務員はもみ手をしながら言ったそれはちょうどただいま他のお客さんがご覧になっているところです冬木は警察署を示してすぐにその部屋へ案内してもらいたいと言った4階の空き室というのはエレベーターを降りたすぐ右側にある27号室だった城は降りていないなので、 すぐ開いた。中には誰もいなかったさっきのお客さんはもうお帰りになったようですどうぞご覧くださいと言い残して事務員は立ち去った2人は部屋へ入って中を見回したしかし目的物はそこにもなかったそのうちにふと入り口のドアの右手の壁を見ると はがき台の紙切れが貼ってあるのに目が止まった二人は無言でその紙切れへ四つの目を集めたと同時に二人の口からは境外の叫びが漏れた紙切れには次のような文句がしたためてあったのだ狂気は一足お先へ頂戴していく今頃は どこかの暖炉の中で灰になっているだろう「焼香マントの男」より十十二二月三日午前十時十八分十時十八分といえばまだ十五分しか経たんと長谷川は急いで腕時計を見ながら言った「焼香マントの男」というのは昨日あなた方が エレベータータの出口で行き違った男らしいですね確か昨日も4階からエレベーターに乗ったはずでしたねあっさっき入り口で行き違った中折れぼの男があいつだなんだか見覚えがあると思ったがやっぱりそうだそういえば腰の辺りを押さえていたのは凶器を街灯の下へ隠して持って出たのかもしれませんね 今この部屋を見に来たやつというのもあいつに違いない冬樹さんこの事件は思ったより複雑ですよ犯人かもしれませんねとにかく事件の関係者には違いない2人はしばらくぼう然として顔を見合わせていた 11追いかけてみようじゃないですかまだそう遠くへはいくまいと思うが探偵小説家の長谷川は壁の張り紙から目を離すといきなりそう言ってドアの方へ踏み出したが冬木刑事は何か他のことでも考えていたらしくあを追いかけるですって 気乗りのしない返事をしながらとてもダメでしょうどっちへ行ったかもうわかるもんですかそれに僕はとやはり何か考え込んでいるらしい口ぶりである何かおかしいとこでもあるんですか勢い込んだ腰を折られた長谷川がきびすを返しながら聞いたええ今ふと考えたんですが あの男を犯人とにらむのは知と見当が違うと思うんですどうしてです凶器まで持ってったじゃないですか凶器さあそれも疑問だがとにかく犯人にしては少々いたずらが過ぎると僕は思うんだいくらなんでも自分が人殺しをしておいて翌日様子を見に来るだけならまだしもこんな張り紙までしていくなんて ちと念がいりすぎていますよ。しかし横着なやつだとこれくらいのいたずらはやりかねないと思いますがねそれに昨日も4階からエレベーターに乗ったというし僕はどうもこの部屋で教皇を演じたんじゃないかと思うんですがこの部屋で意外な言葉に冬木刑事は目を見開きながら探偵小説家の顔を見たどうも そんんななな気がしてならないんですがね。ではここへおびき出して殺したとでも言うのですかまあそうなんですだってこの部屋には第一窓がありませんよそれは何もここから投げ出さなくともいいのです4時半といえばみんなが帰った後ですから担いで行ってもいいしそれに隣の部屋はちょうどあの部屋の真下ですもの もしそこに誰もいなかったとすれば合鍵を使って4階の窓から投げ落とせないこともないのですしかしそれなら何か凶行の痕跡が残っていそうなものなのに足跡はあるが他になんにもないじゃないですか冬木刑事はガラン堂の部屋の周りや床の上を見回しながら相手の言葉を否定するように言った痕跡がないと言っても 殴り方によっては血の一滴も出さないで参ってしまうこともあるでしょうそれからこれは医者に聞いてみなくては分からんことですがあるいは麻酔剤を使ったのかもしれんと思うのですいずれにしても被害者が何ら抵抗する余地もないような方法を用いたことは確実だと思いますねでなきゃ誰かが気が付くはずですものそりゃあそうでしょう しかし殺してからが問題ですねそこですよあなた方の意見では教行は僕たちが死体を発見した5分前ぐらいだという推定でしょうすると4時20分頃のことですビルディングの通勤者は大半退出した後なのだから混虫したものを運んでいくくらいのことは何でもないと思いますねそれに あのタイピストが社長室を出たのは3時半で北川が社長室へ入っていって社長がいないのを知ったのが4時15分ですだからその時からしても20分近い時間を被害者はどこにいたのでしょうそこが大いに疑問のあるところだと僕は思いますねしかも瀬川が社長室を出るときドアをノックしたものがあったので それを幸いに出てきたというじゃありませんかするとおそらく被害者はその時誰かと会ったかそれとも一緒に部屋を出たかしたにそう言ありませんもしその時一緒に出て行ったとすれば3時半から4時半までどこにいたかということです誰もそれを見たものがないというのは怪しいじゃありませんか冬木刑事は 演じの代わりにいかにもといったふうに一つ大きくうなずいたその様子は自分は沈黙を守って相手の意見を聞いてやろうといったふうである長谷川は調子に乗って言葉を続ける何かそこに説明がつきますかしらどうも僕はそこが問題だと思うんですで単なる想像かもしれませんが僕は共犯者があって たりがかりでうまくやった仕事でとにかくここで一度息の根を止めておいて後で窓から落ちたように見せかけたものだろうと思いますねなるほどそれでこの張り紙についてはどういう意見ですそうですねいたずらはいたずらでしょうがそれにしても全然関係のないもののいたずらとは考えられませんなぜと言って、 マルキリ事件に関係のないものが危険を冒してまでこんないたずらをするわけがないんですものもし見つかればタだで済むことじゃありませんからねそれに僕なんかがこんなことを言っちゃうなんですが犯罪者の中にはこうしたことをしてみたがるやつがいやしませんか犯行のあとであなた方をからかってみたりすることを一種の誇りのように考えているやつです とにかく僕はこの事件の関係者犯犯人か共犯者の仕業だと思うんです。もっと詳しく言えば話が前に戻って凶行に使ったかそれとも使うつもりで持ってきた凶器がその必要がなくてこの部屋へ置いたまま死体の始末をしていて慌てて逃げ出したためそれを取り返しに来たついでにこんないたずらをしていったんだろうと思いますね。 さっきの男は確かに街灯の下にこん棒のようなものを隠していたんですものご職業柄なかなか面白い推定ですが冬木刑事は大して関心もしないらしい口ぶりでしかしここで殺したとしても死体をどうしてあそこまで運んだかそれが分かりませんね何にしてもあの傷は 窓から落ちてできた傷じゃないんですから。いや、僕も今までそう考えていたんですが、よく考えてみると何もあの傷に不思議はないと思いますよ。どうしてです？どうしてってどこから落としたにしても一階と二階の出っ張りへ一度触ったに違いないんだから、地上へ落ちたときに大した傷のつくはずがないんです。 あなたは後頭部の傷と肩の傷とは方向が違うと言われましたが後頭部の方を致命傷肩の方を出っ張りへぶち当てた傷だと考えてみたらどうです <laughs> ふう冬木刑事が眉根にシワをグッと寄せたそれならあの出っ張りに何か跡がありそうなものだと言われるかもしれませんが肩とすれば 服を通してだから結婚のつく道理はないでしょうそれによしついたとしても用意周到な犯人ならそれくらいのことは決していくだろうじゃありませんかしかしそれにしては死体の位置が変だったと思うがいや死体の位置は5階の窓から見えたんですからあえて不思議はないわけですえっ 見えたんですって見えましたともエレベーターのボーイや事務所の連中が皆窓口から見ていましたようんそうなると僕の考えは根底から覆されることになる冬木刑事がぐっと頭を傾けながら顔をしかめてうめくように言った 12冬木刑事と探偵小説家の長谷川が S ビルディングの一室で話している時冬木刑事の同僚で先輩である沖田刑事はまるで元気のない足取りで半蔵門から三宅坂の方へ向いて寒い風に吹かれながら堀りをとぼとぼと歩いていた彼は最近自分の仕事に対して何の興味も感じないのみか 時々は職業替えをしたいとさえ思うこともあったことに今日という今日はつくづく刑事という仕事が嫌になっていたまだ年を取ったなどとは自分では思っていないがそれでも冬木刑事よりは7つ8つ上でそろそろ50に手が届こうとしているのだから若い者が幅を利かす刑事社会ではもう老朽と言われても仕方のない年配である。 長男は中学を終えて高等学校の試験を受けようとしているこの4月には末の子も小学校を卒業するのだそれに仕事が仕事だけにどうしても若い者にはかなわないと自分でもつくづくと考え出した23年前まではどんな事件にぶつかっても何クソという競争心があって力こぶが入ったし 自分から難しい仕事に当たってみたいという気もあったがこの説ではそんな元気も起こらない自分でそう思うくらいだから周囲の者が自分を相手にしないのも無理はない今度の事件でも所長や主任が冬木刑事に自由活動を許しているのに自分にはまるで経験の浅い若い者を扱うようにいちいち命令を与えて追いつかおうとしている。 彼がそれに不満を感じたのはもちろんであるがさればといって自分の方からそれに対して抗議を持ち込むだけの勇気もなかったのだゆうべ司法主任や冬木刑事と現場へ行った彼はすぐそこから若い刑事と二人で工場の方へやられ職長の増本純吉に会って解雇行員中の不良分子のリストを手に入れるとそれらの行員を調べるために 番地のわかりにくい郊外の町を1時過ぎまでも歩き回って署に電話をかけておいて家へ帰ったのはもう2時に近かった前夜が遅かったからといってゆっくり寝てもいられず眠い目をこすっていつもより早く署へ行くと署長と司法主任はろくろく自分の報告など聞こうとはせず冬木刑事の昨夜の活動から捜査方針を長々と話聞かせて これからすぐ被害者の遺族を訪問して何か材料をつかんでくるようにと命ぜられたできることなら彼は前夜の捜査の続きをやらせてもらいたかった骨は折れても何か手がかりがつかめそうな気もしたしまた長い自分の経験から不良行為の方に目をつけるのが取るべき道であるようにも思われたのであるそれを 捜査方針が変わったとはいえ知り切れとんぼにしておいて遺族の方に調査を回されたということは彼にとっては決していい気持ちはしなかったでも命令とあれば是非もない彼は言われた通りに元園町の西村の家を訪ねたのであるすると崔君は気が転倒して昨夜から床に着いたきりで面会はできないというし 子という娘にあったが何も事情は分からず詰めかけていた親戚の誰彼に聞いても格別手がかりになるような話も出ず結局知り得たものは昨夜現場で技師長や社員から聞いたことと大同唱意であったこれでは手がかりどころか報告にもなりはしない所長や主任に嫌な顔をされるばかりだ からっ風と一緒に吹き上げてくる砂塵に顔をそむけそむけしながら彼はさっきから幾度そう心の内でつぶやいたことであろう署を出てからもう2時間余りにもなるその間にどんな新事実が発見されそれによって捜査方針がどう変更されたかもわからないもし犯人の目星でもついたなら一人でも人手が欲しいところだろう しかし彼は署へ電話をかけてみる気にもこのまま電車へ飛び乗って引き上げていく気にもなれなかった三宅坂を降りて捜査本部の下まで来た時彼はふと警視庁にいる小西警部のことを思い出した警察界にほとんど同時に職を報じた仲間であるがスリや賭博の方に明るくて彼が14年来警察署を回らされているのに ずっと警視庁を動かずおととしか交差試験に通って今では協力班係の警部として敏腕を歌われている男であるその小西にしばらく会わないのと署へ帰りたくない心とが手伝って彼は警視庁へ油を売りに行ってみようと思いついたのであるもう電車へ乗るほどのことはなかった桜田門をくぐって公共前の広場を彼は 前よりはいくらか歩調を早めて馬先門の仮庁舎まで歩いて行ったそして長い廊下を協力班係の部屋の前まで行ってドアに手をかけようとすると「沖田君じゃないか!と」と後ろから呼びかける声がした振り向くと隣の係長室から出てきたのであろう制服姿の小西が とりのした赤い顔をタオルで拭きながらバカに元気な様子で近づいてきた相変わらずせわしそうだねうん忙しい忙しいどうもやりきれんよ朝っぱらからの大活動で今ブツを持ってきたところだまあ入りたまえちょうどいいこれから一服やろうというところなんだすりかいうん 磯貝金の古文だこの前あげた時はまだ年齢が足らんで話してやったんだがそれがいつの間にか一人前になってねほらこの通りだ小西警部はドアを開けると入り口の右側のデスクの上にいっぱい積んだ雑巾の山をさした時計がある折り革のかばんがある女持ちのしんぐや手提げがある それが皆相当に金目のものばかりだ「箱しかい往来かい?」「どっちもやるがまあ駅の方だね」「近頃はそこらのビルディングもだいぶ荒らしてたようだよ」お<う>「おお」沖田刑事はビルディングと聞いてふと心のどこかを刺されたような気がしたと同時に何気なく デスクの上の黒い折り革のカバンを手元に引き寄せながら金具の右側に消えかかった二つのイニシャルにじっと目をやったと思うと思わずおやと叫んだ十三こりゃえらいものを見つけたぞ起きた刑事は カバンのかぶせぶたに打ち込まれた頭文字に吸い付くように見入っているなんだねえ、らいものって尊敬な声に驚いた小西刑事がのぞき込むようにして聞くとこれだよこのカバンに違いないんだ僕の方の事件さそれ S ビルディングのうん聞いた聞いたあれとそのカバンとは何か関係があるのかい 大ありだ。これがあの被害者のカバンなんだ被害者の部屋から見えなくなったので探していたんだあそこの社員の話ではこの中に2000円の現金が入っていたというんだほうそいつはことだしかしそのカバンに違いないかい間違いないよここに打ち込んである YN というのが 西村陽吉のイニシャルなんだ。実は僕たった今遺族を訪問して調べてきたんだが目印はこれだと言っていたから間違いないんだ待ってくれたまえ。念のために調べてみよう沖田刑事はいい加減手連れの下ボックスの黒革のカバンを手に取ってかぶせ蓋を開きながら中を覗いていたが一つの封筒を取り出すと 間違いない被害者宛たの手紙が入っている君何と言うんだいそのスリは止めこうと言うんだかねあげてあるねうん留置場へ入れてあるんだ一休みしてそれから調べようというところなんだそいつはありがたいぜひ僕を立ち会わしてこのカバンのことを聞かせてくれないかお安い御用だ 殺人事件と関係があっちゃグズグズしてはいられまいでは早速調べ上げることとしようでもお待ちたまえ一服やらなくては小西刑事は自分の席へ戻りながら入り口に近い机に腰をかけている若い刑事の方を向いて田山君留口を引っ張り出してくれたまえ四号室が空いているはずだそれから キセルとタバコ入れを引き出しから取り出すと23服大急ぎで吸い付けながら問題のカバンを取り上げた2人が調べ室へ入っていくと間もなく田山刑事が23子と思われる色の白い青年を連れて入ってきた止めこう小西刑事はまるで友人にでも話しかけるような口調で尋問を始めた 今度はどうせ二三年くらい込むんだからな手数をかけんで何もかもきれいにしていくんだぞどうだ一番新しいところはどこだいどこって旦那捕まったところが一番新しいじゃありませんか聞かれる方でもシャーシャーとしたものであるそうかそいつは一本参ったねそれは別としてだ昨日 どこかで稼いだろすりの留子はもじもじしながらしばらく小西警部の顔を見ていたが第二の追及に合うともう観念したのか旦那も人が悪いねそんなものを目の前へ置いといて聞くんだからしかたがない行っちまいましょうそのカバンが一等新しいんですよそうだろうどこでかっぱらった 昨日の夕方 S ビルディングでちょっと失敬したんです起きた刑事が固唾をのんだ彼は自分から進んで尋問してみたいとさえ思った <S, S ビルディングの5階の西村という電気商会の社長室だろうよくご存じですね旦那知ってるともそれからこの中に2000円の現金が入ってだろう えこうがほっぺたでも殴られたようにあぜんとした顔をしたしらばっくれるな2000円の札束が入ってたろうと言うんだちょ冗談じゃない札束なんか入ってるもんですかビタ1問も入っちゃいませんでしたよ後で泥を吐いたら承知せんぞ警部の声が大きくなった誰が嘘なんかつくもんですか なあこれでもわしは江戸っ子ですぜふん立派な江戸っ子だそれでと金のことはまあ後回しとしててめえはどうしてあの社長室へ入ったんだ誰もいなかったのかそうですねまあいなかったというんでしょうねありゃ4時ちょっと前でしたよ何か拾い物はないかと思って S ビルディングへやってきたんです エレベーターを3階で降りてうろうろしていたんですが何もないので4階から5階へと階段を上がっていくとちょうどエレベーターを降りた1人の男が筋向こうのドアの前に立ってコツコツとやっているんです足はその前を通り過ぎて廊下を左へ曲がろうとして何気なく振り向くとドアをたたいていた男と今一人の男が をにだもんですぐひっかえしてかぎあらからのぞくとなかにはだれもいないでテーブルのうえにそいつがのってるんですおまけにドアをおすとわけなくあいたんでこいつはうまいと思ってさっさともってきたんですところがじこくがじこくなだけにとちゅうであけるわけにもいかずいえまできてあけてみるとおどろきましたねえ 読めもしない書類ばかりで金目のものは何一つ入っちゃいないんですあんな当ての違ったバカバカしいことったら近頃ありません相対昨日は死刑でしてねてんでよく喋るやつだな余計な言葉で言わんでいいそれよりも今一度年号をして聞くがね金は途中で抜き出して銀行へでも持って行ったんじゃないのかい旦那 冗談にも程がありますよ2000円なんて生が入ってたら誰が今朝あたり稼ぎになんぞ出るもんですかそんなに根性の卑しいやつはあっしらの仲間にはいやしませんよそうかねすりってのはそんなに腹のいいものかね小西警部は笑いながら言ったがそれは半語でも嘲笑でもなかったそうした犯人を長年取り扱った経験から 相手の言葉の偽りのないことは十分に認めてはいるもののただ盗んだ品が品であり場所が場所だけにかなりしつこく聞いているのだということは傍らの沖田刑事にもよく分かっていた事実2000円もの現金を手にしたらすぐその翌日稼ぎに出るようなこともあるまいしまた証拠品になるカバンをそのままにしておきもしまいそれに第1 しゃべり立てる留耕の態度から押して口から出かせのでたらめを並べているとは思えないまして彼がかばんを取るために被害者を窓から突き落としたものとは想像もされないことであるするとその陳述はそのまま事実と認めてもいい他に聞きたいことがある被害者を外に連れ出した男それが何者であるかを知りたい 自分にに。させてくれればいいのにそう思って起きた刑事がじりじりしながら立っているとそれを察してかどうか再び口を開いた小西警部が偶然にもその問題に触れてきた「よしじゃあまずそれはそれとしてお前が5階へ上がった時エレベーターを降りてドアをノックしてた男というのはどんなふうの男だった?」きた刑事は、 よく言う言葉だが、まったく緊張そのもののような顔をして、富美子の口元をにらみつけた。が、富美子の方では意外なことを聞かれるものだといった風で、目をぱちくりさせながら警部の顔を見返した。覚えてないのか。どんな顔形の男か、どんななりをしていたか。そうですね、職人みたいな男でしたっけ。 爪襟に取り打ちをかぶって厚い街灯を着てましたよ。顔はさあ、後ろからだったので横顔をちらと見ただけなんですが、ちょっと旦那のような顔をしてましたよ。こらこら、俺に似ているなんていい加減なことを言っちゃ困るぜ。もっと詳しく言うんだ。第1位、丸顔かい。ええ。 丸い明ら顔のようでした。年頃もやっぱり旦那くらいのものでしょうその時突然起きた刑事が横合いから口を出したひげがなかったかね濃いひげがひげですかあまり出し抜けだったのと言葉の調子が急だったので留うは面食らった風でしばらく首をかしげていたがそうそう 確かにヒゲがありましたよきっとだね思い違いではあるまいな大丈夫ですちょっと見ても怖いような顔だったのでよく覚えていますどうだ見当がついたかい調べ室を出ると小西警部が早速そう言って聞いたうんおかげでおおよそ見当がついたようだ 何者だい一体被害者が経営している工場の職長だゆうべ僕はあったんだがねらばくれてそんなことは一言も言わなかったんだ早速引っ張ってきて調べてみなくちゃならんいずれお礼には来るが今日はこれで失敬しよういやどうもありがとう 14警視庁へ入ってきた時の起きた刑事と出てきた時の起きた刑事とはまるで別人のような感があった目の色が光っていた顔全体が輝いていた無論足の歩きっぷりまで違っていた爪襟の服丸いあから顔濃いひげそれは昨夜 西村電気工場であった益本職長の顔ではないか一見して怖いという感じを与えるといった留講の言葉も当たっているなんとなく一癖ありそうな面構えだその益本が昨日終わった時に社長の死を知りながら1時間前に自分がその人を訪ねたことを一言も口にしなかったのは不思議であるそれに めこうの言ったことがうそでないとすれば社長を訪ねてその部屋へ入らずに外へ連れ出したというのもただごとではない犯人かそれとも共犯かいずれにしても嫌疑をかけてしかるべき男だまかり間違っても何かの手がかりはつかめるに決まっている彼はさっき西村の遺族を訪ねたとき 羽織のすもとの姿をちらと見たことを思い出して自分の幸運を喜んだ彼は表をかぶってお悔やみ方々手伝いにでも来ているに違いないこれからすぐに本園町へ引っ返して引っ張ってくるとしようそして自分を老いぼれのように思っている所長や司法主任の鼻を明かしてやろう彼はもう犯人を捕らえたような気持ちで 足も宙に日比谷の交差点まで来ると折から通りかかったタクシーを呼び止めて元園町へと急がせた増元は起きた刑事の顔を見ても格別驚いた風もなかった同行を求められても嫌な顔も見せず一度家の中へ入って帽子を手にして出てくると門付き袴のいでたちでそのまま自動車に乗り込んだ事件が事件であり 相手が相手だけに沖田刑事は署に着くまではなるだけ口をつぐんで問題に触れないようにしていた増本の方でも平気な顔はしながら心中では何か考え込んでいるらしくほとんど口を開かなかった自動車がバツバツの前に止まると沖田刑事はガマ口の底をはたいて車賃を払いながら2階の一室へ増本を連れ込んでおいて とりあ無論署長は非常な満月であったというよりも沖田刑事が司法主任や敏腕な冬木刑事を出し抜いて最も有力な容疑者を引っ張ってきたことを奇跡ででもあるかのように驚いているのであった早速取り調べることになって2人は2階へ上がっていった小さいテーブルを中に 所長が増本と相対し所長の右に起きた刑事が腰をかけた人並み外れて体の大きい所長とでっぷり太ったあまり人相の良くない署長と痩せ型の起きた刑事との提差はもしはから見ているものがあったらすこぶるんな対象だったに違いない君は西村電気工場の署長をしているそうだね所長は 癖のあるしわがれ声で、ますもとを見下ろすようにして真っ向から聞き出した。「はい、職長を務めております。」ますもとはおとなしく答えた。「君は昨日午後四時前後に S ビルディングに西村社長を訪ねただろう。ついこの夏の鉄鉄まで警視庁の刑事課にいて。」 容疑者調べのコツを心得すぎるほどのび込んでいる署長は一癖ありげな舛本を見て単刀直入まず敵のどぎもを抜く戦法に出たが相手は一向動じるふうもなかったええ多分そのことでお尋ねだろうと私も思っておりましたが舛本は聞かれるのを待ってでもいたというふうで 起きた刑事の方を見ながら昨夜この方がお見えになった時よほどお話ししようかと思いましたがまあ余計なことは申し上げない方が良いと思って黙っていたんですお尋ねになるまでもありません電話では話しにくい休養ができたもので午後4時ちょっと前でした事務所へ社長を訪ねました電話で話しにくい用事というのはどんなことか の問題でしてちょっと不穏な形勢がありましたので相談に行ったのでした事務所へ行ってから社長に会ったのか所長はちょっとカマをかけたはい会いました社長室で会ったのかいいえ社長室では都合が悪かったので外へ呼び出して4階の空いた部屋で容談を済ませました 答弁はスラスラとして何のよどみもない所長も沖田刑事もいささか案外な気持ちになってきたどういう用談であったかどんな都合があって社長を連れ出したかその辺のことを詳しく話してみたまえそこがはっきりしないと君の立場が非常に不利になるんだそれは私にもよく分かっておりますで 昨夜もよほどこの方に申し上げようかと思いながら事情が少々込み入っていますので控えておりましたがお尋ねとあれば仕方がありませんすっかり申し上げましょう増本職長はそう言って一息つきながら相変わらず大前自したる態度で話し出した事細かに申し上げても仕方のないことですがこの不景気と事業不振で先月の末に 20人ぐらいののの首を切ったのです。ところがお聞きおびでもありましょうがその連中が慰労金1万円の要求を持ち出してもし入れられなければ残った連中を抱き込んでストライキをやろうという運動を始めたのです何そんな運動や脅迫に驚くような西村さんではないんですがただ一つ困ったことには 残った行員の中になんとも始末に負えないのが一人おりましてそれが近頃はやりの主義者かぶれで嫌に解雇行員の肩を持つんですで、ね、私は再三そいつの首を切るように西村さんにお話ししたんですがそこがまた妙な関係で西村さんとしては思い切ったことができないわけがあってそいつはいよいよ図に乗るという始末になってきたのです ももっとも西村さんはあんな豪ーバの人でそれに行員との交渉はすっかり私に任せて一度も直接ぶつからなかったので大して気にもかけなかったようでしたが朝夕行員と顔を合わす私としてはどうも形勢が不穏でこの二三日夜もおちおち寝られなかったくらいでしたところが昨日の昼過ぎになっていよいよ雲行きが怪しく 公員は仕事も手につかぬようで、そこここに集まってぶつぶつやっているので、困ったものだと思っていると、案の定、2時過ぎに解雇行員の代表者が1人、残った行員の代表者が2人、その1人は今お話しした西村さんと妙な関係のあるやつですが、私の部屋へやってきて、復職か1万円かという直談判を持ち出したのです。 たしは無論きっぱりと跳ねつけましたすると、貴様じゃ分からん、直接西村に談判するんだ、それで承知しなきゃ殴り殺してやると怒鳴り散らして出ていったのです。まさかとは思ったものの、大きなこん棒も持っているし、それに電車通りのほうへ急いでいく様子なので、もしもと思って、私も後を追って飛び出したのです。 その時、とりあえず電話でとは思いましたが、そこらに行員がうろうろしているので、電話をかけるのも気まずく、それにどうせ会って話さなければと思って、そのまま飛び出したわけなんです。大急ぎで電車通りへ出ましたが、3人の姿は見えません。きっと電車に乗ったんだろうと思ったので、私は、折りからやってきた乗り合い自動車に飛び出って、そうです。 S, S ビルディングへ着いたのが4時ちょっと前だったでしょう慌ててエレベーターへ飛び込みましたが今にも彼らがやってくるような気がしてならないのですそれでドアをたたいて西村さんが顔を出すとともかく部屋の外へ連れ出して4階へ降りていったのですつまり階段中に彼らがやってきてはという懸念からですすると西村さんが廊下での立ち話も変だと言って 空いた部屋があるのを幸いドアを押すとわけなく開きましたのでそこへ入って5分間あるいはもっとだったかもしれませんが話をして別れたのです西村さんはそれからまた5階へ上がっていったのかそれは知りません一緒に出るものと思って私は一足先に出ましたものですからそれで君はその3人に会わなかったのか あっては具合が悪いので階段を通って裏口の方へ出ましたので誰とも会いませんでしたでその主義にかぶれているというのは何という男だ船木伸次郎という男です船木伸次郎所長はちょっと小首をかしげながら年は28区だと思います 棒を持っていたというのもその男かねそうです三尺ぐらいの歌詞の棒だったと思いますおうんところでその船木と西村さんとの関係というのは何だそれがちょっと申し上げにくいんですがますもとが初めて答えを渋った言いにくいといって大切な場合じゃないか ありのままに言いたまえ所長がそろそろ持ち前の声を出しかけた仕方ありません実は当人と私以外には誰も知らないことなんですが船木は西村さんの愛人の弟なんですおお、愛人の弟かそれでそれも西村さんは最初船木のことなど知らずに そのお嬢さんというのを引かしたんです。ところが後から船木が出てきて厄介を持ち込むので西村さんはもてあまして私の方へ回してきたわけですが何しろ今もお話ししたようなわけで主義者かぶれで始末に追えないうえに内心西村さんを快く思ってないもので何かにつけて工場の空気を乱してしかたがなかったのですそれゆえ 先月20人くらい解雇した時に少し手当を余計出して一緒に始末しようと西村さんに言ったんですが西村さんとしては後がまた厄介なものでうんと言わずそのままになっていたのですなるほどところで船木が西村さんを快く思っていないのは何か特別の事情でもあったのか特別の事情といって いつでしたか、私と一緒に酒を飲んだ時のことです盛んにメートルを上げて悪口を言ってましたがやはりその主義者かぶれだけに自分の姉が西村さんの愛人になっているのが面白くないらしいんです姉を解放するために「檻があったら西村をやっつけるんだ」なんて言いますから後でこんこんと解いて聞かしたことでしたがどうも年齢が若くてひねくれた者は。 手がつけられませんので。うんで、その船木は今日工場へ出ているのか？家がすぐ近くなので、今朝ちょっと工場へ出てみましたが、来ていたようでした。今1人の男は？それも来ていたと思います。うん。所長はそう言ったまま。じっと考え込んだ。 15西村電気商会主西村陽吉が兵士を遂げてから2日目の朝明け方からどんよりと曇っていた空は10時ごろになると粉雪をちらちら降らし始めた朝の後片付けの手伝いを済ませた瀬川津也子は自分の部屋に決められた玄関脇の三畳に引っ込むと机の前に崩れ座った彼女の涼しい目は 眠られない二に醜くれ上がり、かわいいエクボの宿ったほうはげっそりと痩せて耳の上から崩れ落ちた一握りのもつれ毛がその尖り出た頬骨にはらりとかかっていた彼女は今その要望の変化が示すように絶望の深淵にもがいているのだった彼女の心の中はノスタルジー例えば「古国を隔てて数百里」 違法の貧乏たる高原の一つ屋で空高い高校たる秋の月を眺めたもののみの知るあの耐え難いかき乱すような胸の頭痛死の苦痛にも勝るあの恐ろしい郷愁にも似た苦悩に充満するのだったそれは絶望した人生への限りない郷愁だったのである露子の目はともすれば眠ろうとした。 しかし彼女の頭脳は極度に休速を拒絶して畳の上に針の落ちた音にさえも全身の筋肉の緊張を命じるのだったあの日の西村と彼女との闘争解けがたい疑問として残っている奇怪な出来事それから野田の降員それらのことが一呼吸のたびに津也子の脳裏で踊り狂うのだ そしてその間には幼児からの記憶が何の脈絡もなく消えては現れるつや子は青白い顔をゆがめたまま白痴のようにいつまでも一つところを見つめて動かなかったつや子は発酵な少女だった彼女は不可のある旧家に生まれた彼女の幼児には 一日のうちには歩き切れないと言われるほどの広大な土地が彼女の家に属していたところが彼女の父はいろいろの事業に手を出しては次第にその土地を失っていったそうして最後に残った10万坪余りの辞書を銀行へ抵当に入れるについて仲介に立った男に詐欺同様に奪われてそれがために数年間訴訟を起こして貧窮のどん底に落ち つや子の7歳の年に世を去ったそれから彼女は貧しい田舎を母の手一つで寂しく育てられたがその慈愛深かった母親も彼女の十二の年に死んでしまった彼女は孤児となったのであるそれから現在の家彼女は叔父・叔母とは呼んではいるが母の生前近所にいて 何くれと世話をしてくれた知人関係に過ぎない人たちの手に養われたこの情け深い養い親はある会社の集金係をしていて元より豊かな人ではなかったが子供がなかったし夫婦そろって好人物であったからつや子は世の孤児のように不幸ではなかったまた実際においてもこれらのつや子の身に起こった数々のことは 第三者の目から見ると不幸の限りだったけれどもつや子にしてみれば家の繁盛していた頃は記憶前のことだし貧乏な生活には慣れているし真の両親は早く失ったけれども代わりに優しい養父母を得たのであるからそう悲嘆にむせぶことはなかったのであるだから彼女が小学校を卒業するとすぐに電話交換局に勤めねばならなかったことも。 さしてくにはしてて苦にはいなかった。13の小娘がある時は朝早くからまたある期間は夜ばかり毎日石造りの陰鬱な大きな部屋に通って慣れない交換台に向かって加入者の罵声を浴び仲間からは粗末な服装を嘲笑され両親から譲られた唯一のものである美貌を執止されてサメと霊願のうちに事故を開拓していった。 しか一二年の修行は必死に尽くせぬ真句だったけれども彼女はさほどに感じなかった彼女はいつでも従順に運命についていった運命もまた彼女にいつでも無情ではなかった神はこの哀れな孤児に礼儀と美貌を与えたのみならずさらに何者にもいじけない楽天性を付与した彼女の環境は彼女を おとななししいい従順な寂しい少女として育てていったけれども一面では彼女の天性である純真さ無邪気さ快活さがすくすくと心の内で成長していたのである彼女が16となり一人前の交換手となった時に彼女は激しい職務の暇を盗んでタイプライターを学んだそうして2年の後には。 タイピストとして西村商会に迎えられたそれから今日まで1年余りの歳月が流れたこの1年間の西村商会はつや子には楽しい思い出であった陰鬱な交換局から明るいオフィスへの解放それは長い冬ごもりのあとの春の野へ放たれた小鳥の喜びであった交換局では 同性ばかりの集まりから来る獅子反目敗勢徹底した意地悪さそれに冷たい監督それが全部だったしかしこの帝都の中心のビルディング街には雑音と色彩の強烈な刺激明るさ華やかさそして奔放な男女の凶楽があったこうした反撃と砲獣のちまたで 通夜子は急にに大人になった。身の丈がズンズン伸びて皮膚が緊張し胸が膨らんで腰が丸みを増した彼女の玉髪や化粧が彼女の心境の進歩にも勝って著しい跳躍を示した白い肌は気持ちよくおしろいを受け付け涼しい目筋の通った鼻縮まった口そして それらの調和を少しく破ってやや尖り出た顎は頬のエクボとともに無限の愛嬌を提供した神な服装が魅惑的に似合った彼女の収入の大部分が服装と化粧に費やされるのもいつか叔母の目標を得るようになった1年前にみすぼらしい少女として入社したつや子は1年後には全社員の脅威となっていた 通夜子は紹介の一日が楽しかった往復の途上昼の休憩時間勤務時間すらが彼女の人生を有意義に思わせた家に帰ると彼女は叔母の忠実な助手であった実の親を持たない彼女はやはりそうウキウキと外出することはできなかったのだけれども彼女はそれを悲しいとは思わなかった そして楽しい明日の出勤時間を待ちわびているのだったこうして環境は彼女をますます無邪気に快活にするとともに一面ではますます落ち着いた静かな女として育てていった彼女の快活な一面はその美しい金属製の声でカラカラと笑う時に何人の心もうきうきさせずには置かなかった けれども彼女が黙って何者かを見つめている時にはその顔のどこかに言い知れぬ哀愁が浮かび出ていたそれは確かに大きな矛盾だった思うに純真快活楽天性は彼女の天使であったのであろうもし彼女が止める両親のもとに順調に成長することができたらきっと彼女はキビキビした しかし彼女の境遇は彼女の天性に大きな歪みを与えた彼女が黙した時に浮かび上がる哀愁それは彼女すら自覚しないもので幼児からの逆境による滞在性の性質だったのだ役言すると彼女は戯れ笑う時は一個の快活な少女だった けれども黙していることの多い人間の生活では彼女はむしろ寂しいしとやかな娘だった純真かれんこの数語が十分に彼女を説明していた純真かれんそうして時に快活な笑いそれはこのビルディング街のまこもの中に咲くあやめだった 近づく機会の最も多い西村商会の人々が煩悩をそそられたのは当然であったそうして商会の中でも最も誘惑を感じたのは社長の西村洋吉庶務の北川会計の野田の3人だった商会主は引頭と引頭との間の小休み脂っこい刺身の妻として純真無垢のつや子を見た 金や地位になびくことを知らない少女は一面には馬鹿らしく思えたが一面には尊い宝石のように見えもした両手の間につかみ潰してしまえるような小娘のうつむき姿を机の前に眺めながら彼は異様な圧迫と耐え難い衝動に駆られて卑しい目を輝かすのだった北川は四十男のずるさで彼女に対した 彼はひょうきんな態度で他の社員には無関心に彼女とふざけ悪口を取り交わした内心では代償なしならいつでも喜んで彼女を抱擁するのだったけれども彼は事故の欲望よりも彼女を社長に取り持つという方に重きを置いていた野田はこれらの2人と違って30に満たない青年の一本槍な気持ちで彼女に迫った。 ややかららいいいうと社長はいやらしはだったいや。彼女にはまだ「公職」という意味は分かっていなかったからそれに社長に気に入られているということは彼女には誇らしいことだったから彼女にはなんとなく恐ろしい好きになれない老人と思えたくらいだったろう北側は一番気の置けない好きと言ってもいいくらいのところだったが どこか不真面目なところのあることは処女の敏感さで見抜いていたので頼みにならないどっちかというと少し馬鹿にしていたのだった野田は陰気なむっつりした男で時に卑屈に見えるところがあって好きではなかったけれども彼には愛と熱と必要とがあったそして近代の恋愛哲理によれば若き者は若き者に属すである ことに純真可憐の少女に熱と執よを持って迫るなら成功せずに置かないだろう幸福な野田は半ばつや子を征服しかかっていたこういう時に突如としておとといの悲劇が起こったのだった一昨日社長室で社長に法要を強いられて恥と怒りと驚きにもがいていた時に折よく廊下からドアをノックするものがあったので。 危ういところを逃れて隣室へ逃げ帰ったタイプライターの前に座って激しい息遣いを落ち着かせていると野田が青白い顔をしてそばに寄ってきて小声で「引けたらすぐに例のところへ来てくれ」とささやいた「例のところ」というのは真下の4階の一室で空き部屋になっていて偶然にこの部屋と鍵が合うので12度野田に強いられて っっっにてたたりあことがあったのだ。その日の野田の様子が真剣だったのでつゆ子は黙ってうなずいた4時近くになるといつの間にか野田がいなくなっていたのでや子は急いで帰り自宅をして4時きっかりに部屋を出てうまく友達の目をくらまして裏階段から4階へ降りるとそっと空き部屋の前に行ってドアを押したドアが音もなく開いたので 急いで中に入ると薄暗い隅に人の姿が見えたので無論野田だと思ってつかつかと近づくとその人はハッとこっちを見たがああ思いきやそれは社長だったつや子はたちまちイすくめられて棒立ちになった社長の顔にはさっと境いの色が流れたがすぐに無言で彼女に飛びかかってきた彼女は 本能的に身を退いた。社長はすぐ追ってきた目はランランと輝いて陰浴と凶暴の層がものすごくひらめく老媒したつや子は社長の意図を少しも察することができず命の危険を感じたようにじりじり後ずさりをしたいつの間にか逃げ場を失ってドアと反対の方に追い詰められ壁に背がつくようになった 社長ののきな手のひらはつや子の手首をつかもうとしているその時にふとつや子の目はすぐ右手の机の上に注がれたそこには多分暖房行員が修繕用に使って置き忘れたのだろうイギリススパナーという暖房用の大きなねじ回しがあったとっさにつや子はそれをつかんで追い迫ってくる敵に対して振り上げた 今度は社長が後ずさりを始めたつや子はスパナーを振りかぶったままじりじりと前に出たか弱い女と侮った社長は隙を狙って彼女に飛びかかった彼女はガンと彼の肩に一撃を与えた次の瞬間に彼女は打ち下ろした右手をそれから左手をつかまれたつや子は にりその時に社長はうーんとうめいて後ろざまに倒れたつや子はびっくりしたつや子はびっくりした両手で顔を覆って突っ伏したそれは長い間のように思えたが1分とはたたなかったのだろう肩に優しい圧迫を感じて つゆさんと呼ぶ声がするハッと顔を上げると思いがけなく野田が真っ青な顔をして立っていた早くお逃げなさい早く人が来るといけないから彼はブルブル震えていた彼の足元には真っ黒く社長の体が横たわっていたつや子は夢中で部屋を飛び出した それかか、らどうなったのか彼女は知らないほど経て社長は5階の社長室の真下の街路上に死体となって発見されたつや子は警視庁に呼ばれて尋問されたつや子がおどおどして社長室での出来事を陳述すると係官はそれで満足してそれ以上追及しなかった4階の一室では キンキン数分間しか費やさなかったと見えてつや子が家に帰り着いた時刻は普段とほとんど違わなかったので少しも係官の嫌疑を引き起こさなかったのだったつや子は家に帰ってほっと安心の息をついたが間もなく北側が降印されたそれから野田が降印された新聞記者はうるさく訪問してくる警察から外出を止められる 大きひみつを抱いているつや子にはこれらのことはあまりに重りだった先のことを考えると絶望が真っ暗な大きな口を開けて待っているだけだった社長の死はつや子にも大きな疑問だった社長は確かに彼女の前に倒れたしかしそれは彼女のくわえた一撃によってであったろうか 野田はいつあの部屋に入ってきたのだろう社長の倒れたのに野田は無関係だったろうか社長はあの時にもう死んでいたのだろうか社長は自分が殺したのだろうかこんな疑問をつや子は少しも解決することができなかった野田のことが少しもわからないので自首していいのやら悪いのやらそれも彼女にはわからなかった 彼女は日や反問するばかりだった。そうして野生を衰えていくのだった。表の講師がガラリとおいた。バネジかけのように飛び上がったつや子は無意識にもつれ毛をかきあげながら耳をすました。ごめんください。はっきりした男の声である。家は沈音んんとしている。 おつや子はふすまを開けてそっと表をのぞいた「つや子さんですか?」目ざとく見つけた男は声をかけた聡明な顔に皮肉な笑みを浮かべた穏やかな男であるつや子はしかたなしに玄関に出てきっぱりした声で相手をにらみつけながら言った「どなたですか?」 しの方ならお断りします。つや子の剣幕にちょっとたじろいだようだったがすぐにニコニコしながら男は言った「新聞社じゃありません小説家です」「長谷川です」「長谷川さん?」「つや子は探偵小説家の長谷川の名は知っていた」けれども雷意を察することができないのでどういうご用なんでしょう 少し語声を和らげながら聞いた何別に大したようじゃありませんよ私たちはいつでも材料を探し回っているのでこの間のことで何か参考になるようなお話が伺いたいと思って出てきたんですよでも私何にもお話しすることはございませんもの相手の人懐っこい穏やかな調子に幾分安心しながらも まだ油断しないのだった何でもいいんですよあなた方がつまらないと思いのことでも案外面白く役に立つことがあるんですおさしつかえなかったらお話しくださいなさしつかえはありませんけどじゃあお話くださいなぜひどんなことですのどんなことでもいいのですそれじゃあお話できませんわ どういうことっておっしゃってください困りますね私だって困ります長谷川はいつの間にか玄関に腰をかけていたつや子もその前に座り込んでいたじゃあ聞きましょう社長さんがあんな死に方をしてずいぶん気味が悪いでしょうう,う。え夜よく眠られますか 長谷川はつや子のまぶたを見上げた。つや子は慌てて顔をそらしてどぎまぎしながら、眠られませんわ。そうですか。じゃあ夢を見るでしょう。ええ、見ます。どんな夢を見ますか。どんな夢？相手の心をはかりかねて、つや子はじっと長谷川を見つめた。 ええ、相手は平然としているいつの夢ですかいつのでもいいのですそれを聞いて何になさるの夢の話はね創作のいい刺激になるのですよつや子は黙して答えなかった彼女はこの後の夢を見続けている悩ましい奇怪な夢ばかりを見続けている 今朝の夢はとりわけ奇械なものだった彼女は今でもまざまざと覚えている彼女は暗い穴のような廊下をずんずん降りていった廊下の突き当たりに狭苦しい小さな寺の本堂を思わすような部屋があったごま団に盛んに煙が上がって陰気臭いにおいが鼻をプーンと打つ ひと隅に太いろうそくが揺らめいていたその下に黒い影がうごめいているので見るとそれは若い女だった白い肌をあらわに後ろ手にくくし上げられてエビのように二重になってかがんでいるのだ背中に立てられたろうそくが揺らめくたびにボタボタと浪類を垂らしてそれが醜いかさぶたのように 肌にこびりついていてた。女は苦しそうな息を吐きながら時々頬肉をピクリピクリ動かしたあまりの怖さに目をそらすと正面に段があってそこには気味の悪い仏像がニタニタ笑いながら立っていたつや子はブルブル震えていたいつの間に来たのか案内人がそばに来て 彼女の耳元で囁いた。あれが恋を破った女です。恋を破った女はああいう責めくを受けるのですよ。彼女は黙ってうなずくほかは何にもできなかった。彼女は再び暗い穴のような廊下を案内人と一緒にトボトボ歩いていた。案内人は野田のようでもありそうでもないようでもあった。 彼女はしばらくためらった末この夢をポツリポツリ長谷川に話した面白い夢ですなこう言って長谷川はじっと考えていたがつゆこさん隠さずに言ってくれませんかあなたは社長さんの死について何かご存知でしょうそれで両親が咎めていらっしゃるでしょう 私は探偵でも記者でもありませんから秘密はきっと守りますよねおっしゃってください眉一つ動かさず不気味な面のような顔をしていたつや子はパッと突っ伏すと激しくすすり泣きを始めた十六 どうだい、い物はあったかいうん小説家としての獲物はあったね小説家としての獲物ってなんだい小説家はね実際なんかどうでもいいのさ空想を働かすのさ空想かそいつは困るな小説家の長谷川と新聞記者の山本は例のごとくカフェスミレ県で ブラジルコーヒーをすすりながら話していたガラス戸越しに大きなボタン雪がせわしそうに降っている午後2時他に客の姿は見えない空想はいけないかいじゃあ君の方は僕の方は活動を続けているさもっとも新聞社の方は警察みたいに人を関門したり尋問したりすることはできないから。 できうる限り事実を短文するだけだ23新事実を発見したよ教えてもらえないかねそうしたてに出られると教えざるをえんね第1話新県議者の追跡さ船木え船木慎次郎と言ってね西村商会の行員なんだが死んだ社長の愛人の弟でね何でも ともに西村を恨んでいるらしいのだあの当日4時過ぎに棍棒を持って紹介へ押しかけた形跡があるまだ捕まらないんだねうんまだ捕まらない職長の増本の証言から逮捕に向かったがもうつらかったあとなんだ姉のところに立ち寄るに違いないというので刑事が張り込んでいるうちの社でも張り込ましてある 新聞なんて無駄なところへ金を使うものだな無駄なことがあるものか公衆の好奇心を満足させる点において君らが言うとに金を使うよりよっぽど有意義だ怒ったねまあいいやそれからまだあるのかいあるさ次は瀬川つや子のことさえつや子のことつや子というと嫌に熱心だね そうさ彼女の身元を調べ上げたのだお,お。うおや冷凍に構えたな早く話せよつや子の親というのは不可の旧家でね大地主だったのだところが山っ気のあった男と見えて色々いろいろなことに手を出してすっかり吸ってしまったんだが西村陽吉死んだ社長だねあの西村の仲介で 土地ををてにれからねりたのだ、ね、すると西村がうまい具合にその土地を横領してしまったのだおお<ー>もっともこれは瀬川側の言い分で実際のことはわからないがとにかく瀬川は西村を相手に横領の告訴をして数年間争ったのだそのために何もかもなくして死んでしまったという事実がある。 10年以上前のことだがほうそれで西村はつや子をその瀬川の娘だと知ってたかしらそれはわからんねほうなるほどこれは大発見だよ大発見だろう。大発見だそう関心ばかりしてないで君の空想を聞かせてくれ僕の空想か 実はね冬木刑事の取りなしで警察で野田に会ったのだよなんだじゃあやっぱりただの田んぼうじゃないかそこまではそうさところが野田に会うと彼は青い顔をしていわくだね北川さんはどうしています死にゃしませんかとこういうのだふん<ー>僕は驚いて 北川はピンピンしている。どうしてそんなことを聞くのだというと北川さんの死んだ夢を見たというのだでだんだん聞くと何でも夢で彼は死んだ西村紹介主ときれいな箱みたいなものを一生懸命に取り合っていたようやくのことで箱を自分のものにしたがどうしたはずみだか紹介主が倒れた。 ハッとしてみるといつの間にかそれが北側だったというのだなんだバカバカしいバカバカしいさけれどもね君一概にけなせないよ僕は夢判断をしたのだがねなるほどいよいよ空想に入るねうん空想さだがね夢判断だって空想だとばかり言えないよ 科学的根拠があるのだ。君は精神分析学というのを知ってるか知らないね情けないやつだなそれでよく新聞記者が務まるね君は新青年を読んでるだろううん、読んでる先月のに長谷川天慶氏の「ハブレット」の精神分析が載ってたろう読まないのかい ちょっと読んでみたが面倒だったのでやめた不心得千番だね僕の親父は当年とって74歳だがあれを読んでひどく感心してたぜ君はまだやっと3になったばかりの青年じゃないかしかも社会の木卓を持って忍じるよせよせ僕はもう行くよ待て待て本論に入るからところで夢判断だが どうも精神分析を知らないと話しにくいのだが10分ばかり聞いてくれないか夢判断からすこぶる重大なことを発見したのだから聞くよなるべく簡単にやってくれよしじゃあ始めるよ第1話夢に関する仮説だいいかねいかなる夢でも有意識または 無意識の本人の精神活動だというのだ例えばだねここに非常に親孝行な男がいるその男が親を殺した夢を見たとするそうすると本人は無論否定するだろうがその人間のどこかに親の消失を願う意識が存在しているのだとこういうのだも,っともこれは 人間が人間を憎むという端的な本能かもしれんがうん分かった次の説はいかなる夢でも本人の欲望を表すというのだうん分かった世に早く片づけるね次は仮説じゃない夢は現実そのままには現れない現実の状態にいろいろのひずみを受ける その主なるものは圧縮抑制象徴などだねめんどくさくなってきたなもう少しだ圧縮というのは一人で数人を代表させるような場合野田の夢では西村がいつか北側になっているうん、はあ、抑制というのはだね我々は夢の中では現実よりも思い切ったことをする しかしそれにも常にある抑制が働いている例えばだね我々は往来で美人を見たとする抱きつきたいと思ってもまさかやらないねところが夢では往々抱きつくくらいのことはするだがさすがにそれ以上のことは夢の中でもめったにやらないたまにはやるがねえ黙って聞いてろ つまりこれは夢の中でもある抑制が働いている証拠なんだ時には自分のやりたくないことは夢の中で他人にやらせるなるほど君は非常に幸福なんだぞフロイトの講義にはこんな分かりやすい秘近な例は挙げてないぞなんだフロイトの受け売りかそうとも 二三日前に読んだばかりさおやおや心細いな大丈夫だよそれから象徴というのは夢の中では現実のものがいろいろ他のもので象徴される例えば女は景色とか船とか箱とかいうもので象徴される男は男か男は うとか,刃物とかいうものもだねもっとひきんな例はないかね <laughs> だいぶ興味を持ってきたなこいつのひきんな例はちょっと困るから後回しにしてそろそろ本題に入ろう野田の夢はだね第一に紹介主と争った箱というのは女の象徴なんだつまり野田は西村と女を争ったわけなんだ なんだそんなことかそれなら夢判断なんかしなくったって他の事務員がみんな証明してな通や子さ第二に野田は北側の消失を願っている理由はわからないがほうそれから野田は紹介主を直接に殺してはいないかもしれないが彼の死については何か知っているよ どうしてそれ見ろ驚いたろ夢判断だってバカになるまいいいから早く言えつまりこうなんだもし野田が紹介主を殺したのなら夢に何か殺した連想が現れるはずさあるいは抑制が働いたかもしれんがそれにしても自分の代わりに誰か他の者に殺さすくらいの夢は見てもいいわけだ それがないところを見るとどうも直接手を下さなかったといえる紹介主の倒れた前後がすこぶるぼんやりしているのはこれは明らかに抑制が働いたので彼は紹介主の倒れた前後のことは考えたくなかったので夢に現れない考えたくないということは知っていたということになる もし知らなかったら大いに考え大いに想像を巡らすわけさうーん紹介主が倒れて急に北側になったのは抑制が働いたのと一つはこれが北側であってくれればいいという希望が働いたのだ野田は確かに北側を恐れているよなるほど面白いなあ。 しかし野田がもし夢を脚色してありのままを言っていないとしたらどうだい根本的に破壊されるねなんだつまらないちュとうとう僕を担いだね怒るな怒るな話はまだあるのだ実は野田の方は北側に何か弱点を握られているらしいことが推量されただけで大したことはないのだが。 夢のことからヒントを得て、今朝瀬川艶子を訪れたのだ。えつや子。見ろ。急に元気が出たろう。そうさかのシェイレス、フロイライン美少女を訪れたのさ。あ、うまい。あったさ。そうかい。社のほうからずいぶんおしかけたが合わなかったがね。 新聞記者とと小説家とは違うよ新聞記者にはよくよく懲りたと見えて新聞の方ならお断りしますとにらんだぜあの子はあれでなかなか激しい気性のところがあるでどんな話をした優美な話ばかりさ早く話せよ実はねヒントというのは夢さ つや子の夢を聞いて判断しようと思ったのさ。また夢判断か。つや子の夢によるとね。よしてくれつまらない。いよこ。じゃあ予想。つや子の夢はなかなか面白くて分析すると素敵なんだけれども。君は一体今まで何の話をしようとして僕を引き止めたんだい？ まあそう怒るなまだまだ重要なことがあるんだ夢からでないと入りにくいのだ夢なんかどうでもいいから飛ばしてくれじゃあ飛ばそう僕は夢から推論してねつや子の急所をついたのさそして突き詰めていくうちに驚くべきことを聞き出したのだ本当かい本当だともどんなことだい 通子はね、社長室から逃げてくると野田が話があるから帰りに4階の空き部屋へ来てくれというので4時きっかりに部屋を出てその空き部屋に入ったのさすると思いがけなく社長がいてね彼女を見ると挑みかかったのだ彼女は真っ青になって逃げたが絶対絶命ちょうど机の上にあった なんというのかね。鉄の空暖炉のネジを回すものスパナーか違うそんな名じゃない何でも国の名みたいなものだフランスでもなしじゃあイギリスだろう。それだそれだ困ったやつだなあれはイギリススパナーというのでやっぱりスパナーのうちなんだよ当たり前さ工場なんかに行くからね 小説家のくせにうかつだなまいったそのイギリスが机の上にあったそれを振り上げて打ってかかったのだほう何しろ夢中だったからどうなったかわからないがとにかく西村が床に倒れて自分は野田に支えられていたそうだほう野田が真っ青な顔で 早く逃げろ逃げろと言うからそのまま逃げたのだそうだどうして警察で調べなかったろうつまり疑ってなかったのだね4階の出来事が極めて短時間だったからつや子は平成通り家に帰っていたしね社長室の出来事を素直に話したのでそれっきりで放免したのだね今までの話は本当だね空想じゃないね 本当とも本人の直話だえらい山本は立ち上がったえらいとうとう君にやられた君は真犯人を発見したね待て待て慌てるなどうも新聞記者なんてものは気の早いものだななぜだいはくはくじゃないかなかなかもってそうはいかないよ ままあ、かけたまえ。第一野田は降印されているのだから慌てることはないし下手に突っついて我がシェーネスフロイラインに類を及ぼしてはならないしかししかしじゃないよいいかねまず第一に時間だよ西村は4時20分から30分の間に息が絶えたということになっているこれは確かなことなんだ 通夜子が西村に打撃を与えたのは遅くとも4時5分頃だそれに第一あの少女の一撃で大きな男が倒れるとは思えないあるいは野田が後ろから一撃を加えたかもしれないがそれにしても時間が合わないし短時間に死体を運び出すということも野田一人の仕業としては受け取りがたいところがあるなるほど。 山本はしししぶぶたびをろそそれれに2000円のののがだだ。いからう船木かいうんその船木かもしれないがとにかく事件に無関係の男ではないねこれも探求する必要がある。 雪はいつの間にか降りやんでいたカフェの前にはちらちら人が通りだしたふと顔を上げた長谷川は何を見たのか「おや?と」と大きく叫んだ「おや?」と叫んだ長谷川の声が。 ひどく間が抜けて大きかったので山本は危なくコーヒー茶碗をテーブルの上へ落とそうとしたおい一体どうしたんだい大声が自慢にはならないぜシェーネスフロイラインが通るのだよ長谷川は窓へ飛んでいったどれというと山本も長谷川の肩越しに生涯を見た。 雪がやんだので人通りがある一人の娘が歩いていく深くうつむいていると見えショールを抜いて首足が少し寒そうにしらじらと見えるそれが瀬川つや子であったやがて人影に隠れてしまった「我が少女さりにけりか」長谷川は、 テーブルへ帰ってきた。それだけの英単でいいのかい椅子へ腰掛けた山本はちょっと皮肉に言ったものである探偵小説家としてはいけないさだが僕は場合によっては探偵小説家なんか廃業したっていいよ彼女さえ僕を愛してくれたらね不心得だね食えないぜ何 そうしたら新聞記者になる。僕のお株を奪うのだねあなるほどそういうことになるか探偵小説家でいたまえよ探偵小説家でいる以上はえ単、ー、たんばかりしてはいられないねよろしい一つ研究してみよう彼女は動乱の渦中にいる反問していなければならないはずだ いや今朝会った様子では事実ひどく反問していたよそれなのにどうしたんだろうのんきらしく午後2時になると散歩しているダメだなあそういう見方は山本は大げさな身振りをしたあれだけ首をかしげていればのんきらしいとは言えないよそうして僕の観察によれば散歩などとは思われないね くててがあって歩い,ていくのさ。一体どんな目的だろう君君そいつが知りたいのかいそれは非常に簡単にできるつや子さんに聞けばいいじゃないかだってそいつはぶさ方だよではもう一つ尾行する方がいい紳士的でないよごめん小室どうもね 君が紳士にしては洋服の型が少し古い日本中の雑誌社へ怒鳴り込んでくれもう少し原稿量を上げるようにってこう貧乏じゃ流行は終えないとうとう笑いが爆発してしまったどんなに笑い声が大きかったかすみれ県のウェトレスたちが一斉に2人を見たことによって十分想像されようではないか そこで二人は別れることにした一人になった長谷川はやはり探偵小説家として必要な解剖と推理の中へ没頭しながら歩いていった時間と傷時間と傷問題は二つに極限されている四時二十分から三十分の間に西村は息を引き取っている つや子が一撃を加えたのは4時5分ごろと認めてよいつや子の一撃でできた傷が西村の肩の打撲傷だがこいつでは死にっこはない少女の腕力というものはその色目より微力なものでまして獲物が鈍器だとするとなかなか人は殺せないもっとも西村は病気でもあってつや子の一撃がそれに影響し そのために息を引き取ったとすれば成立しないものでもないが死体解剖の結果なるものが報告されていないのだからどうも俺には見当がつかない死体は解剖したんだろうかまずそれはそれとして後頭部にあった打撲症なるものが問題とすればすべきだがどころの騒ぎかこいつが問題なのだ誰だろう 後頭部をくらわせたやつは、野田かそれとも昇降マントの男かあるいはいまだに登場しない全然別の人間か野田はすでに捕らえられている警察の方で調べるだろうまだ登場しない人物だとすると登場するまで待たなければならないで目下のところでは昇降マントの人間に がいいというわけだが我が優秀なるくろうと探偵処刑がいまだに見つけないところを見るとどこかに上手に隠れているのだろう上手に隠れているということがすでに怪しいと言ってよい一時やんだ雪がまた降ってきた昇降マントの人間が船木進次郎だと仮定するとさらに範囲は縮小されるのだが いにおいてちょっと不合理だ。エレベーターが降りてきた時は30前後の人間に見えたが冬木刑事と連れ立って S ビルディングへ行った際張り紙をして逃げていった時には40歳ぐらいの年格好に見えたもっともこの時は色眼鏡をかけ紳士風をしていたのだから変装と言ってもよいかもしれないところで本当の船きの年は 二十八区だということだ。十八。雪がだんだん大ぶりになった。二十八区なら三十には見える。しかし四十には見えないはずだ。そこでまた変装ということになるが、変装して働くというような芝居気のある人間かしら。 やっぱり船木と昇降マントとは別物と見なければならないらしいどうやら吹雪になりそうであった歩いている人もまばらである聞けば船木は主義者とやらで一方で主義から西村を憎み他方ではその姉のお蝶というのが西村の愛人になっているのを遺憾に思っていたそうだが そのお蝶という愛人などが関係してはいないだろうか犯罪の背後には女ありその女がつや子だけだと見るのは不戦策ではあるまいかなさてところでつや子だが自分の家の財産を西村に横領されたということを知っていたのではあるまいかなもしこいつを知っていたとすると復讐という観念が 自然心にかららなななければならない。復讐心を持っていたとすると西村の恋を拒絶したことが一層合理的に解釈できるがしかしそれと同時に彼女の立場は危険になる「おや?」と長谷川はつぶやいた「数軒の前方に雪を浴びながらつや子が歩いているからであった」 依然としててうつむい,ているははあこうなると山本の方が俺より観察が優れていたわいこんなに雪が降っているのに降っているとも知らないように考え込んで歩いている様子は決してのんきな散歩ではない目的があってどこかへ行くのだどうもこうなれば非紳士的ながら ををつけざるなないなあやがてにぎやかな街通りへ出た人もずいぶん通っていると一人の薄汚い男が手早くつや子へ紙切れを渡したあこいつは怪しいぞ長谷川はつぶやいたが笑い出してしまった俺もこうなると探偵凶だよ 広め屋がチラシを配ったのさえ物々しく見なければならないんだからな広め屋は彼へもチラシをくれた「十五銭金逸紳士の食べる洋食」こう印刷がされてあった浮世は大変暮らし良くなった「今に見ていろ」「十五銭金逸で紳士の定食が食べられるから」 なにげなく裏を返してみたこれは驚いたどうしたことだチラシの裏に万年筆でこんなようなことが書かれてあったからである「君がつや子をつけているように僕は君をつけているよこれには相当驚いてよい」長谷川はじっと字面を見た どうしたものか笑い出してしまったこのトリックはもう古いや外国の下手な探偵作家が飽き飽きするほど繰り返しそうして日本の探偵作家が真似をし始めたトリックだだが手数はかかっている誰かが俺には分かっているがとにかくつや子をつけているのだそうして 俺がつけているのがちょっと邪魔っ気に思われるのだそこで広め屋を抱き込んだってわけさこれだけの文句をしたためて広め屋のやつに小銭をくれ自分はどこかに隠れておいて俺が通った時合図をしたものさそこで広め屋めこのチラシを俺に渡したというものさ脅して俺に手を引かせよう こう思ったにそういないだが慌てて書いたと見え書体がちっとも変わっていないまずい字だなあ気の毒なくらいだこんなまずい字を書くやつは新聞記者以外にはありゃしない俺はどこまでもつけていくよだがそいつは失敗であった 彼がず面を調べている間につや子の姿が見えなくなったそこは折屋しく十字路であった俺に体が4つあるなら四方に向かって飛んでいくのだがどうもいけない1つしかない1つの体を持て余しているのだ4つもあってたまるものか長谷川はそこで厳粛になったしかし 結局俺という人間もトリックに引っかかったというものだな積極的には手を引かなかったが消極的には手を引いたんだからな尾行を断念することにしたやむを得ざるの断念なのであるつや子はちょっときれいな娘だだがもちろんざらにある程度さ悲劇の渦中で知ったので印象深いというまでさ 大概の女は悲劇中に見るとべっぴんに見えるから面白いよところでこいつを喜劇中に見るとそれこそもっとべっぴんに見える泣きっ面より笑い顔の方がいいさ一番困るのは中間性の面だ言いかえると退屈の面なんだからなあ 19未練なく後へ引っ返そうとしてふと見ると巨大な建物があったああ、有名な軽病院だながらりと考えが一変した彼女は病院へ入ったはずだ極めて簡単な推理であった字面の研究に費やしてつや子から視線を外したのは わずか2分足らずか分らであった。つや子がいないと気がつくと彼は十字路の四方を見たバラバラと人は通っていたがつや子の姿は見えなかったどこかへ寄ったにそういない病院へ患者を訪ねたのか彼女が見てもらいに行ったのかどっちみち病院へ行ったものと見れば考え込んでいた彼女の様子が一層合理的になる 病院へ行くということは愉快なことではないのだからな俺も病院へ行ってみよう俺だってビンビン達者の方ではないつや子の発見が無駄に終わってもこんな機械を利用して健康診断をしてもらうのもまた大いに良いことではないか門を入ると広い前庭で玄関で1銭のスリッパを借り受付へ行った時であるこっちだこっちだ という声がした見ると山本が招いているいけねえこいつめ俺より上手だ無駄を言うなよ黙っておいでよ後で詳しく説明してやるからいく筋かの廊下が通っていたその一つをましっていくで長谷川も後を追った患者看護婦 付き添い人医者などがせわしそうに歩いている廊下の天井がガラスなので雪降りのひながなかなか明るいと廊下が定時型になったそれを左へ曲がった時にわかに辺りが暗くなったゴーゴーという音シュッシュッという音パチパチとはぜる音別に驚く必要はない いくつかのレントゲンがいくつかの部屋で活動しているのである見たまえと山本がささやいたあそこにつや子がいるじゃないかドアの開いた部屋があるやはりレントゲンの部屋と見えて例の音が聞こえているその横手に腰掛けがありそこにつや子が腰掛けている23人の人が 開いた戸口から部屋の様子を眺めているレントゲンの活動が珍しくそれで見ているに相違ないねえ君つや子はあの腰掛けで人と待ち合わせているのだよこう山本がささやいたどうしてそんなことがわかるんだいそれが長谷川には不可解であったつや子は診察券を買わなかったのだ 前にかって,持っているのかもしれない。もし持っているなら受付だねうんレントゲン課の受付だ少なくも出さなければならないはずだなるたけ早く出した方が早く治療をしてもらえるからさ面会に来たんじゃないかしらもし面会に来たのならすぐに病室へ行くはずだよところがつや子は病院へ入るとうろうろ廊下を歩いた末 あののかけけたのさ。それっきりちっとも動かないのだ誰かにあの位置を指定されそこであそこへ行ったようにねそれはそうと僕には不思議でならない洋食屋のチラシを利用して僕を引っ掛けたのは君だろうがどこに君はいたのだいちっとも姿が見えなかったがああそれか何でもないことだおや ににわかに山本はびっくりしたようにささやいた見たまえ見たまええ、との男だ。かつて S ビルディングのエレベーターからひょいと外へ飛び出した30前後の下品な男が廊下の向こうからやってきたその男に寄り添いながら非常に荒っぽい大戸島がそろりそろりと歩いてきたあ 驚いたらお蝶って女だへえあいつがお蝶なのかい長谷川の好奇心は膨張した殺された西村の愛人のね船木進次郎の姉にあたるねどうして君は知っているんだい車でも警察でも張り込んでいるのだ船木が立ち回るにそういないとね僕も一度張り込みに行って それであのの女を知っているのさ一人の看護婦が向こうから来て商工マントの男へ挨拶しそのままこっちへやってきた「ちょっと僕は調べてくる君あいつらに気をつけてね」山本は看護婦を追っかけていったお蝶とそうして商工マントの男がつや子の前まで来た時である。 ひょいとつや子は立ち上がった3人で何かささやき合いそれから一緒に腰をかけたそうして熱心に話し出したどうかして話を聞きたいものだこうは思ったものの長谷川は近寄っていくことがちゅうちょされたつや子に顔を知られているからだ うめくようなレントゲンの活動の音で三人の話し声は聞こえないおいとその時ささやくものがあった振り返ってみると山本である面白いことを聞いてきた証拠マントのあの男はね 昨日入院したんだそうだなんていう名題船木慎次郎かないや松本正雄っていうそうだで病名は何なんだいそれが非常におかしいのだ入院するほどの病気なんか持っていないということだほうこいつはおかしいね無理につければ 神経衰弱脅迫観念に捕らえられているそうだ船木信次郎じゃないだろうか僕もそんなように思うのだ犯罪人の隠れ場所としては病院なんか絶好だからなそれに船木の姉にあたるお蝶という女が会いに来た以上はねだがあの女張り込みを巻いてよくこんなところへ来られたなそれはそうと 接近してみよう。山本は3人へ近寄ろうとしたおい見つかるぜ危険だぜあいつらの利用している情景を逆用してやるのだから大丈夫さそれは一体どういう意味だい証拠マントの男はだね入院しているから部屋を持っている面会人の場合にはそこで話すのが普通じゃないか ところがあいつらそれをしないというのには理由がある一室にこもって密談すればかえって人に怪しまれるからさであの場所を選んだのさ人通りがあって薄暗くてレントゲンの音がゴーゴー聞こえるあそこでこそこそ話していればまずめったに怪しまれないよ安心して話しているにそういない そこをこっちで利用するるののさね、部屋の戸が開いていてだろうあそこで23人の患者がもの珍しそうに覗き込んでいるそこで僕たちもあそこへ行きレントゲンを見ているような様子をして立ち聞きしたら勘疲れはしないよそこで二人はその通りにしたちょうど部屋の前へ立った時である。 いらっっしゃったわ、長さんが。こういうつや子の声がした丸いやから顔で黒いひげ職長の名にふさわしい一人の男が廊下の向こうから3人の方へ歩いてきた「やあいらっしゃいマスモトさん」こう言ったのは焼香マントの男だ「やあ」というと その男は腰掛けへのっそりと腰掛けた「おい!と」と山本がささやいた「西村工場の工場長増本純吉っていうやつらしいね」「うん」と長谷川はささやき返したあの世人ぐると見える目で見るなよ耳だけで聞こう」二人は、 熱心に聞き耳を立てたてだがはっきりとは聞こえないレントゲンの音が遮るからであるそのうち突然驚くべき言葉が舛本の口から飛び出した君たち3人そろっているとやはり兄弟は争われないなよく似ているぜそっくりだ おーと言ったのは長谷川であるあいつら3人兄弟なのかではいよいよ商工マントの男は船木信次郎に決まったねつや子が2人の妹だとはまったくどうも意外だったなおいもう少し接近しようどうも話が聞き取れない何か増本が言ったらしい した焼香マントの男の次のような声が聞こえてきた「僕じゃないよ断じて違う」「君でなくて誰なものか」これはマスモトの声であるすると続いて女の声がした「この人はひどく短気ですけれどまさかそんなことはしませんよ」これはお蝶の声であった そんな必要もなももかったのですもの。ですだって恨みがあるはずじゃないかまたマ本の声がした3人きょうだいの復讐ってやつさ着々とげられていたんですからねこれもお蝶の声であったあの人人に殺されずとも自分で首でもくくらなければ立ち行かなくなっていたんですからね そいいつも知っていましたよ。これは増本の声であるうちでは長年お長さんが絞って絞って絞りまくるし外では最近この人がストライキを起こして攻め立てるし事務所ではおつやちゃんが済ました顔をしてきれいなところをちらつかせるし大将だってフラフラしますよ それに業界の不況でねツヤちゃんだけはかわいそうですよ最近までそんなこと知らなかったんですものこれもお蝶の声であるそのまま話し声は聞こえなくなったとまた増本の声がした2000円の独り占めはひどかろうぜ 21そいつも僕の知ったことじゃない月光した商工マントの声だ君こそ一番の悪党だぜあるいはそうかもしれないね松本の声はふてぶてしい行員を先導してストライキを起こさせそいつを種に社長をゆする 君のような人間がいるからだよ運動が途中で挫折するのは2000円を出せよ2000円を知らないと言ったら知らないんだ密告するぜ君の居場所をマスモトの声は威嚇的である言うがいいや僕は平気だではなぜこんなところに隠れているのだ 君に嫌疑がかかっているからさ嫌疑をかけさせたのは君じゃないか僕が警察で言ったことはありゃみんな本当のことじゃないかねえマスモトさんとお蝶の声がした持っていないと思いますよこの人はそんな大金はねだが の声がした後ろから殴ったのは君だろうねい,いやしかししかしだねこの次の言葉は重大である長谷川は思わず振り向いたおやあなた長谷川さんねつや子の声が突っ走った突然松本が飛び上がった 起きやがった起きた刑事22それという月並みな叫び声を口々に発して立ち上がりざま一同が逃げ自宅にかかるとこの時遅く今までつや子たちの腰掛けていた長いすの下から大黒ネズミが毒ガスを嗅がされた時のように 両手を床の上に泳がせて一人の白い手術医を着た医院がムクムクとはいだしたので一同は驚きのあまりその場に立ちすくんでしまった見るとそれは医院に扮装したほかならぬ冬木刑事であった「ピリリッ!」起き上がった冬木刑事が蜘蛛の巣に封印された唇を開いてポケットから取り出した予備校を鳴らすと レントゲン室はもちろんその付近の部屋のおのおのから1人ずつ同じく委員に扮装した合計数人の刑事が飛び出してきてあっという間に舛本船木お蝶つや子プラス探偵小説家長谷川新聞記者山本をその時単身駆けつけてきた沖田刑事と共に取り囲んでしまった舛本と船木とお蝶とは 揃っにが笑いを漏らすだけであったがつやことそれから長谷川と山本とはこの目にも止まらぬ早業に値段の下がった積成インコのような目玉をしたそれまでレントゲン室をもの珍しそうに覗いていた患者たちは寒さのためでもあったろうが顔をはつかり損なったナスのような色にしてこの物々しい光景にたまげつつあたふた逃げ去った。 ただレントゲン機械だけが愛も変わらず「ゴーゴー」という単調な音を立てているのであった沖田刑事は危ういところで冬木刑事に先手を打たれたけれどもほとんど同時に有力な獲物の在りかを発見したことに自分もまだ老いてはいないことを意識して多少の得意を感じたらしかった沖田君ご苦労さま 冬木刑事はちりを払いながら早くも平静な呼吸に戻って笑いを含んで挨拶したそして起きた刑事が返事をせぬ先に「さあ益本さんに3人のご兄弟!と」と特に「ご兄弟」という語に力を入れて「ここではお話ができにくいですからお気の毒ですがこれからバツバツ署へ来ていただきますおい君たち と部下の刑事をり見さあその手術医を病院へ返上して自動車の用意をし皆さんに身支度をしてもらって署までお連れしてくれたまえ何病院の方は僕がしかるべく取り計らっておくよ僕たちもすぐ後から出かけるから署長によろしく話しておいてくれたまえますもとも船木もお蝶もまた今までお蝶の後ろに隠れて幼児が 母親の背中から怖いものを見るときのように顔を出していたつや子も今はもはや観念したと見えて刑事たちの後から素直に歩き去るのであった問題の4人が去ると起きた刑事は「冬木君君の手腕には驚いたよ」と決して皮肉でもなくまたお世辞でもなく言ったつもりであったが その声にはなんとなく一種の寂しさが漂っていたいや君こそうまく探り当てたじゃないかさすがは経験を積んだだけある時にどうして君は船木がこの病院にいることを突き止めたか僕はただマス元をつけてきただけだあいつうさんな人物だと思って目を離さなかったんだここに船木がいようとは思わなかったよ そうか時に長谷川さんと冬木刑事はこの時初めて長谷川の顔を静止しそばに立っていた山本に目礼していったあなたはまたどうして船木の居所を知ったのですか僕らはただつや子の跡をつけただけなんです沖田さんと同じくまさかここに船木が隠れているとは思わなかったのです時にあなたこそ どうして船木の居所を突き止められたのです昨日西村商会の工場を訪ねて行員を先導する狩猟が船木であるということを知りその行方を部下の者に探させておりますとこの病院へ松本正雄の加盟で入院していることが分かったので看護婦を買収して様子を探らせていると今日レントゲン室の前でお蝶と会う打ち合わせをしたことが分かったので。 に紛争といえば僕はちょっと失礼してこの手術医を介し副院長に会って事情を話してきますどうかお三人は玄関で待っていてくださいやがてほどらく4人は1台の自動車に乗って松鼠所に向かった雪は愛も変わらずちらちら落ちていた どうして君は舛本をうさんな人間と睨んだのかねと冬木刑事は自動車が走り出すと間もなく並んで腰掛けていた沖田刑事に尋ねた昨日舛本を尋問してからもう一度西村の遺族を訪ねたのだ夫人はやっぱり面会しなかったが取り次ぎに出た娘に向かって舛本のことを話し出すと娘が妙な表情をしたので だだんだん尋ねるととうとう姉妹にちょっとしたことを白状したよそこで僕はますもとを監視する気になったのだそれはどんなことかねと冬木刑事は目を輝かして尋ねた「さあそいつは今ここでは」と沖田刑事は言いよどんだ いいまでたをしたののををしにてはこもうこうなったらみんなが命々に探偵したことをすっかりさらけ出して協力一致して真実を突き止めることに努力しようじゃありませんか。ね沖田さんそのつもりになってください。そこで僕はまずその手始めに僕がつや子と野田に会って聞き出したことを申し上げます。 つや子には秘密を守ると約束しましたが真実の探求のためには致し方ありませんこう言って長谷川は読者諸君がすでに知っておられる事実かの長谷川が同性なる長谷川天慶氏の「ハムレットの精神分析」を読んで感嘆しさらに進んでフロイトの説に随期し見事につや子と野田の夢を分析して知った夢ならぬ事実 すなわちおととい4階の空き部屋なる27号室でつや子が社長のために取り押さえられようとした時そばにあったイギリススパナーで社長の左肩を力任せに打ち下ろしたこと社長はなおもそれに屈せずしてつや子に飛びかかろうとするとその瞬間うーんと社長はうめいて後ろざまに倒れたこと と思ってつや子が顔を上げると野田が真っ青な顔をして早くお逃げなさいと言ったのでそのまま夢中で駆け出したことそれからどんなことが起こったかをつや子は少しも知らぬこと話変わって野田を訪ね野田の夢を分析すると野田は庶務課の北側に何か弱点を握られているらしいこと野田は 紹介主西村を直接殺していないにしてもその死についてはある程度まで知っているらしいことつや子が西村に打撃を与えたのは4時5分頃でその次の瞬間西村が倒れたのはあるいは野田の一撃によるかもしれぬがそれによって西村がそのまま死んだとは時間の関係上考えられぬこと少なくとも共犯者がなければならぬことなお 新聞記者山本の探ったところによるとつや子の親は不可の大地主だったが十年ほど前西村のためにその土地を横領されたということなどを多少探偵小説家らしい空想を交えながらしかも極めて簡単に説明し最後に不元していったそれにしてもさっき病院で松本の口からつや子とお蝶と船木とが「 きいであると聞いたにには非常に驚きましたよ。しかしそれによって船木が社長の死に関係のあることはいよいよ明白になったような気がしますことに例の商工マントの男が船木であることが分かってみると一層彼に対する嫌疑が深くなるわけですこの話をじっと考えながら聞いていた冬木刑事はこの時顔を上げていった。 しかしさっき舛本が後ろから西村を殴ったのは君だろうと尋ねたら船木は「いいや」と強く否定しましたね。もっともたとえ真犯人であるとしてもそんなにたやすく白状するものではないがそれと同時にお蝶の「あの人人に殺されずとも自分で首でもくくらなければ立ち行かなくなっていたんですから」という言葉は。 考えてみななければならぬと思います西村の家族の者や社員たちが自殺するような理由はないと言いましても愛人お蝶には一層深い事情が分かっているはずですからあながち自殺説は否定できると思いますそれにしてもあの時船木が「しかししかしだね」と言いかけて大切な手がかりを述べようとした時につや子があなたの顔を認め マ本が沖田くんの姿を見つけたことは返す返すも残念でしたよいやどうもあれは確かに僕の失敗でしたあまりに重大なことが聞かれると思って興奮のあまり我を忘れて振り返ったのがいけなかったんです時に沖田さんはマ本について西村の娘からどんなことをお聞き出しになりましたか沖田刑事は、 長谷川とと冬木刑事との話をを聞いて、驚嘆を禁じ得なかった。彼は昨日スリの止留公から増本が西村の死ぬすぐ前に西村を訪ねたことを聞き出し増本を署へ同行して尋問すると意外にも増本の口からお蝶と船木とのことを聞き出しそこでは船木が怪しいのかと思って工場へ行って訪ねてみると船木は「 今朝から工場へは出てこないというのであった。してみると、増本が所長の尋問に答えて、今朝ちょっと工場へ出てみましたが来ていたようでした。といった言葉は嘘になる。そこで彼はさらに西村の遺族を訪ねて増本のことを聞き出そうとすると、娘からちょっと思いがけないことを話されたので、増本を監視することにしたのである。が。 今長谷川と冬木刑事との話を聞くとこの事件は自分の想像する以上に複雑であってもはやこの場になって何事でも隠していることはかえって自分にとって不利益であると思い昨日からの行動を手短に物語ってさらに次のごとく復元したで西村の娘から聞いたことというのは松本は千年家内を亡くしあの年で大胆にも 西村の娘に連播して直接に結婚を申し入れ、むろん見事に跳ねつけられたということです。長谷川はこれは意外といったような顔をしていると、藤吉刑事は。はは、と考え込み。そのことを西村は知っていただろうか？と尋ねた。いや。 ったく知らなかったそうだよ第一そんなことを言い出せば冗談として笑われてしまうに決まっているから娘だけに厚かましくも交渉をしたものらしい現に昨日悔やみに行きながら娘にもう一度考え直してくれと言ったそうだよなるほどねと冬木刑事は言ったこれでさっき 舟木がストライキを起こすよう行員を先導した張本人が増本だと言った言葉が理解されるしてみると舛本は社長の死に直接関係がないにしても関節には関係があるかもしれませんいやこの事件は思ったよりも複雑だそうですねと今まで3人の会話を黙って聞いていた新聞記者の山本は初めて口を出した ことによると益本は社長と4時ごろに S ビルディングの4階の27号室で会うということをあらかじめ船木に話したのかもしれませんねそれで船木が焼香マントを着て乗り込んだという次第ではありませんかそうかもしれませんと冬木刑事は言った焼香マントで思い出したが工場の行員たちに聞いてみると船木は 平素は1度も証拠マントを着たこともなければ、鳥内房もかぶったことがないというのです。してみると変装していったわけだが、どういう理由で変装したのかちょっとわからないのです。それはただ舟木が変装好きな性質だからではないでしょうか？殺人を行うには変装が便利であるし、あるいはそのあくる日も変装して色眼鏡をかけていたではありませんか？ それに、あの古風な張り紙のいたずらをしたのは主義者に似合わぬ動けたところがありますまたそういう性質であればこそ舛本に尻を叩かれてストライキを起こそうとしたのでしょうさあと冬木刑事が考え込むとその時長谷川は「あわ分かった変装の理由が分かった!」 大声に叫んだので、さっきから車外の雪景色に見とれていた沖田刑事はびっくりして振り向いたとその時自動車は罰罰バの前に止まった二十三。冬木起きた両刑事たちが軽病院で活劇を演じていた時罰罰バでは 常富司法主任の北側への尋問を終わって会計係の野田の尋問に移っていた野田は情熱的な男であるけれど今度の事件で心に大きな打撃を受けたと見えわずか数十時間の間に顔の色が土のようになり両目の周りに輪ができて著しくへこんでいた彼は警察署へ行印されてから つや子を思う心でいっぱいであった誰でも留置場へ来ると平素あまりかわいくない妻子までが懐かしまれるということであるが彼もその例のごとくつや子のことを立て続けに考えたそれと同時に彼はおとといの午後27号室で行われた活劇のことを考えざるをえなかったつや子は 自分の行印されたことをどう思っているだろうか果たして自分が社長を殺して窓から投げ出したと思っているだろうかいや無論そう思うに違いないまたそう思われてもしかたがないつや子は自分が「早くお逃げなさい!」といった言葉に従ってそのまま逃げ出していったのであるから 自分を犯人であると思うのは当然のことであろうしかしつや子はまさかあの時のことを口外すまいと思うがどうであろうかつや子がもし自分を少しでも思っていてくれたならたとえどんなに尋問されても言うまいと思われるけれどこの想像は間違っているだろうかだが今日長谷川の話によると 長谷川はどうやらつや子に会って何事かを聞き出したらしいことによるとつや子はやっぱり夢のことでも聞かれてすっかり告げてしまったかもしれないたとえつや子があのことを長谷川に話しても自分のつや子に対する愛情はまさりこそすれ決して源じないつや子のためだというならば自分は断頭台に上がることをもあえて辞さない 自分の行為はすて通訳を保護するために,行われたのだ自分には恋人として彼女を保護する義務があるのだ自分の彼女に対する恋は真剣だ到底社長や北側の恋とは当日に論ずべきではないのだそれにしても北側はどうしたのであろうか彼は果たしてどんなことを申し立てたであろうか つや子に対する声が全く遊戯的であってむしろつや子を社長に取り戻とうとしている様子のあることは自分にもありありと分かっていたところが今や社長は死んだだから彼は今度は自分自身のためにつや子に言いよるに違いないこう思うと彼は北側がもはや放免されたのではないかと気が気でなかった で今常藤司法主任の前に立った時にさえなお北川のことを忘れかねていたのであるだから常藤主任が「君今北川君から聞いたことだが」と口をとがらせて言いかけた時には腫れ物へ手を触れられた時のようにぎっくりとしたのである主任は 野田の心の内など一向お構いなしに言葉を続けた北川君がおととい4時15分に社長室に入ったら君はその時社長室にいたというではないか君は一体何をしていたのかな野田はこれをきくなり目の前が暗くなるように思ったとうとう北川のやつ喋ったな会社および社長のためを思って あれほど強く口止めをしておいたのにと思うと野田は腕っぷしが鳴りだすように感じたでどう答えてよいかその返答の言葉を探すいとまも,もないほど北側に対する憎悪の念でいっぱいになった常藤主任は野田の困惑を見て畳みかけていった答えられないだろう君はその朝 北側を通じて社長に渡した2,000円の金をその時ポケットへねじ込んでいたというではないか野田はなおも北側のことを考えて主任の言葉もいわば上の空であった「おい君!と」と主任はテーブルで拳をトンとたたいて注意を促した「なぜ返答をしないんだ?」 君はその時北側に拝むようにしてあとでどんな報酬でもするからこれだけは警察へ行ってくれるなと頼んだというじゃないかこれをきくなり野田は初めて我に返った「うそですうそですそんなことを言いやしません」野田はついに狡猾な常藤主任の鎌にかかったのである。 これだけは警察へ行ってくれるなと頼んだというじゃないかという言葉は全く常藤主任の捜索したものであるがああいうふうに極めて自然に言い出されると誰しもその罠にかからざるを得ない常藤主任はすかさずでは社長の部屋で北側にあったことは本当だね野田は一時惑乱してしまったが しばらく考えてから決心したもののように言った。しかたがありません。北川君があれほど固く口止めしたことをしゃべってしまったのでしたら、社長の人格を傷つけることになりますけれども、すっかり申し上げます。いい覚悟だ。それで、君は確か2000円をポケットに入れたのだね。入れました。その金はどうした 野田は上着のポケットに手をやって1束の紙幣を取り出し「これがそうです」と言って主任の前へ差し出した常藤主任は100円紙幣の束を取り上げて鑑定したが「こりゃ君10枚だけじゃないかあとの10枚はどこにある」野田は当惑そうな顔をして「どうか その紙幣をよくお調べ願います」と優しい声を出した言われて常藤主任はそのうちの1枚を抜いて手に取りしばらくの間紙幣の表裏を検査していたがやがて「いやこれは肝臓紙幣だ!」と叫んださすがは 特にこの道で苦労したことのある常藤主任よほどのがんを持った人でも容易に区別のつかぬ頑造紙幣をものの2分もたたぬうちに見分けたので野田はいくらか尊敬の心を明かした仰せのとおり頑造紙幣ですですから社長の名誉のために私が奪い取りまたそれがために北川君にも口止めしたのですすると 社長がこの紙幣を頑造したのかい,いえ違います。と野田はきっぱり言ったじゃあなぜ一旦2000円の金を社長に渡してそれを取り返したのだそんなくらいなら初めから渡さない方がいいじゃないか野田はこの理詰めに肌タと当惑したいや こうなったら一部始終を申し上げます西村電機商会は近頃の不景気のために大穴を開け世間の手前及び取引先をごまかすために先日社長が5万円の元蔵紙幣を買い込んだのですはじめ社長は5万円の金をあるところから借り入れたと申しましたが私が元蔵紙幣であることを発見したので 私一人にだけ事情を打ち明けましたしかし社長はこの頑蔵紙幣を誰から買ったかということは固く口をつぐんで言いませんでしたまた私も追求して聞きもしませんでしたところがおとといまでは5万円の偽金を一度も使用しませんでしたがおとといの朝社長は私にそのうち2000円を出してくれと申しました で私は一致の危険を予覚しましたから幾度もおやめなさいと忠告しましたが今日渡す金は偽金でも構わぬのだと言って私の忠告を耳に入れませんでしたで仕方なく北川君の手を通じて社長に渡してもらいましたしかしどう考えてみても危険な気がしたので昼頃社長室へ行って今一度忠告を試みました しかし社長はただ笑うだけで決してこちらへは迷惑はかからぬから心配したもうなと点で相手にもなりませんでしたその時私は社長のデスクの上に折りカバンのあるところを見つけました社長はいつでもその折りカバンの中へお金を入れる習慣でしたのでこんなところへ放り出しておかれるのは危険ではないですかと言うと社長はデスクの2番目の引き出しをさして 例の金はここに入れてあるんだよと言いましたその場はそれで帰りましたがまだまだ私は気になって仕方がありませんのでいっそこれは盗み出して社長の名誉を暗々りに保存したがよかろうと思って社長の留守になる機会を疑って社長室に入り引き出しを開けて札束をポケットにねじ込もうとしましたその時運悪く北川君が社長室に 藩をもらうために入ってきて見つけてしまいました北川君は元より肝臓紙幣であることは知りませんしまたそれを話しもならずただ深い理由があって僕は今これを取りに来たのだ決してこのことは他人に話してくれるないずれ近いうちに万事をお話しするからと言って別れたのですするとそれから間もなく社長の死体が 街路上で発見され、大騒ぎになりました。だから、北川君は多分、私が社長を殺して2000件を盗んだのだと申し上げただろうと思います。しかし、それはそれとしまして、その夜私は宿屋であったのを幸いに社長が買い込んだ。頑丈紙幣をことごとくストーブで燃やしてしまいました。私より他に知る人はありませんから。そうすれば社長の名誉は？ 永遠に救われると思ったからですけれど後日の証拠のために社長室のドアの引き出しから取った2000円のうち1000円だけをこうして残しておいたわけです常藤主任はこの長い野田の陳述をマスクのような無表情な顔をして聞いていたが何を思ったかにっこり笑っていった「君の陳述はすこぶる筋がよく通っている」しかし たったひとところ不審なところがある。えわからぬかねちょうど4時15分ごろにこのがんぞう紙幣を社長室に取りに行ったことさ。それがどうしたというのです君はなかなか頑固だね。では行って聞かせてあげよう。このがんぞう紙幣と今の君の陳述とからして 僕はこう確定したのだ。君は社長から2,000円を渡してくれと言われて社長に内緒で偽札紙幣を渡したのだそうして君は絵画で社長を殺して街路上へ投げその足で社長室へ戻って証拠をなくするために頑蔵紙幣を盗み出したのだどうだねこれに間違いはなかろう 野田はあまりのことに開いた口が塞がらなかったもしあなたの仰せになるのが事実でしたらこうして肝臓紙幣をお見せするわけがないじゃありませんかと息を弾ませていったそこが君の狡猾なところだよそれに北側に見られた関係上僕にその弁解をするためにそれを保存していたんだとにかく社長を殺して 投げ出したことだだけは事実だろう。と、息を弾ませていった野田は強いて気を引き上げ常藤主任の顔を見つめてその心を読もうとしたもしやつや子が知っているだけのことを白状したのではあるまいかがとにかくこの場で自分の知っていることを言ってしまっては自分一人が落ち度を取らねばならないこれはどこまでも頑張ろう こう思ってさて何と答えようかと考えるとふといいことを思いついたしかし社長が死なれたのは4時20分から4時30分までの間だというではありませんかところが私が社長室へ入ったのは4時15分頃ですですから私が社長を殺して偽札紙幣を奪ったという説は成り立たないと思いますこの返答を聞いて、 常藤主任はいささかへききしたらしい彼は腕を組んで目をつぶり「あって!」と言って2つ3つ顔を上げ下げしたがこの時隣の大臣門室にどやどやたくさんの人の入ってくる音がしてついで刑事がやってきてその耳に何事かをささやいたのでそれを機会に主任は立ち上がってその刑事に命じて 野田を留置場に連れ去らせ自分は所長とともに大尋問室へと赴くのであった二十四それから間もなく大尋問室においてこの事件の謎を解くべき大尋問が行われたのである大尋問とは読者はおそらく初耳であろうが 罰署の山川署長は一つの事件が複雑になった際その関係者を一人一人尋問するよりも関係者全部を一室に呼び込んであまりしかつめらしい態度をせずにうちくつろいで尋問した方が効果の多いことを知りこれを大尋問と称してこれまでしばしば行ってきたのであるさっき署長は舛本はじめ3人兄弟を送ってきた刑事から 病院での出来事を聞き、ついで冬木きた両刑事の一行から事情を聞き大尋門を行うことが死闘であると考えたので常藤司法主任を招いて一同が一室に会することになったのであるもうその時分雪の日は暮れかけて五百色香の大伝統が白昼のごとく人々の顔を照らした。 中央に置かれた大きな机の一方には警察の側の人が腰をかけ他方には事件の関係者が腰を下ろした隅の方ではストーブが盛んに燃えて室内は春のような暖かさであった最初に冬木刑事が事の次第を述べ次に沖田刑事次に探偵小説家の長谷川次に新聞記者の山本が すでに読者諸君の知っておられることを互いに愛をぎないつつ述べるのであった。その報告が終わると、常富次主任はつや子の方を向いていった。千川さん、あなたが今朝羽前川君に話されたことには間違いないですね。さっきからお長と舟木の間に腰をかけて、なんとなく落ち着かぬ顔をしていたつや子は。 ちらっと長谷川の方に目をやり、はあ。と、かすかな声をしてうつむいた。それじゃあ、野田が犯人だ。おい、君、野田をここへ連れてきてくれたまえ。と、主任は、隅のほうに立っていた刑事に向かって言った。ちょっと待った。と、所長が手でせいした。そして、 常藤主任の方を向いていったきははさったがわわとだだをるるしようだが僕はまだそのかををいていない。てなだからまず、それをここで話してくれたまえ。そこで常藤主任は北側から野田の2000円着服のことを聞き出しそれから野田を尋問した顛末を逐一物語って最後に「 そういういわけですから瀬川さんが今肯定した事実と総合して考えると野田は27号室で西村を殺してその臨室へ死体を運び窓を開けてそこから街路上へ投げさらに窓を閉め5階の社長室へ来て頑蔵紙幣を奪ったのに違いありません。うん。と所長はしばらくじっと考え込み それから冬木刑事に向かって行ってた。冬木君君は確か27号室の空き部屋とその隣の部屋と検査したはずだがその隣の部屋というのはちょうど社長室の真下にあたって石垣とかいう建築士の事務所だというのじゃなかったかねああそうです。僕はうっかりその石垣という人の建築事務所を27号室だと思っていましたが。 僕らの検査した窓のない空き部屋が27号室だったのですその27号室と建築事務所等を隔てる壁にドアがついていましたが他人の部屋に入るのもなんだと思ってそのまま帰りましたところが今日刑事に調べさせたところによると石垣という人はたった一人でその部屋を借りているだけで10日ばかり前から関西地方に旅行に出かけて留守だそうです で、明日にでもその部屋を取り調べに行こうと思っていましたそうかしてみると野田が社長を気絶させたのはその27号室に間違いないがそれから彼がそれを隣室に運んで窓から投げたという確証はまだないわけだねそれに野田が社長室に入ったのが4時15分頃であるというのに 社長が死んだのが4時20分から30分であるとするとどうも少し矛盾するようだ常藤君、それを君はどう説明する常藤主任は苦笑に近い顔つきをしたそれをさっき野田自身も申しましたが西村が死んだ時間なるものが果たして4時20分から30分までと断定し得るものか それを僕は初めから疑っているのですそれもそうだと社長は言ったそうして隅の刑事に向かい二人とも連れてきてくれたまえ間もなく北川と野田とが刑事に連れられて入ってきた二人ともつや子の顔を見て緊張した表情をした野田君 と常藤主任は野田が腰を下ろすか。下ろさぬに聞いた。瀬川さんからすっかり事情が分かってしまった。もういい加減に白状した。まえ、君が白状しないと瀬川さんが社長を殺したことになる。この最後の言葉に野田はすこぶる面食らってしばし言葉が胸に仕えて出てこなかったらしいが、やがて決心してしゃがれた声で言った。 どうもお手数をかけていすみませんおととい社長が瀬川さんに暴行を加えようとした時そばにあったこん棒で社長の後頭部に一撃を与え社長を人事不詳に陥れたのは私です私はとりあえず瀬川さんをさらしめおよそ78分社長に人工呼吸を施しましたが社長は生き返りませんでした その間も人が来やしないかとビクビクしましたがとうとう恐ろしくなり幸いに誰にも見とがめられずに誤解へ来ましたその時ふと肝臓紙幣のことを考えたのですもし社長があのまま死んだならばせめて罪滅ぼしに社長の名誉を保ちたいという考えがひらめいたので入るともなく社長の部屋に入って取り出すと北川君が来られたのです で、北川君に口止めをして、それからビクビクしていたのですが、意外にもその後、社長の死体が街路上で発見されたのでした。どうして死体がそこに運ばれたかを私は少しも知りません。すると、君が昼頃に社長の部屋へ行って、頑丈紙幣を使用するなと忠告したというのは、あれは嘘だったのか。はあ。 野田はうつむいた。そういう嘘を言う君のことだ今の君の話も本当だと誰が保証するか君はやっぱり社長の死体を町へ投げ出したのだろう野田はうつむいたまま返答に詰まったとその時船木進次郎は顔を上げ今の野田君の話の本当であることを私は保証します 大声で言い放った一同は思わず船木の方を見た常藤主任は余計なところへ口を出すなといったような顔をしたがその時所長は船木に向かいそれでは君がその光景を目撃していたのかと尋ねたもうこうなったら私もざっくばらんに何もかも申し上げますすでにさっき 冬木さんのお話のとおり私たち3人はきょうだい同士で私と姉のお蝶とは年子ですがつやこ1人はずっと後で生まれましたところがつや子が生まれて間もなく父は西村のために土地を奪われて貧困のどん底に陥りましたので私と姉とは竹に奉公するのをやむなきに至りましたで名字を変え つや子には決して私たちの存在を知らせてくれるなと母に頼んで書書を放浪し母の死んだ時にも帰りませんでしたからつや子は兄と姉があることを少しも知らなかったのです私は姉とは何とかして西村に復讐したいものと機会を伺っていますと運よくその時期が来て皆さんのご承知のような事情となりましたところが 私たちの身の上をどうして知ったのか、増元職長がぎ出しまた偶然に西村のタイピストとなったつや子が私たちの妹であることをぎ出しました私たちはつや子にだけは決して聞かせてくれるなと言いましたが西村が変死してから職長はつや子にすっかり話してしまったのですそこで話は後へ戻りますが職長は 何か西村に含むとところがあると見えて、先月末に20人ほど行員が首を切られた時私を先導してストライキを起こす張本人たらしめ社長を脅して1万円の金をゆすり取りそれを行員に分配するようにしたらばどうだと勧めました私はかねてから西村に対する復讐の機会を狙っていたところですからたちまち承知して あのような騒動を起こしましまた。ところが西村はガンとして応じなかったのでこの上は最後の手段として暴力で脅すより他はないと思い職長に話すと職長はそのことを西村に伝えたと見えて西村も折れとにかく行員の代表者に会おうと言い出しましたでいよいよおととい職長は私に向かって4階の脇部屋 27号室へ社長を呼び出しておくから4時5分ごろに来るがよいと申しました私ははじめ他の2人と行員とともに訪ねるつもりでおりましたがふと気が変わって私1人で訪ねることにしましたというのは西村に恐怖を起こさせてやろうと思ったからですすなわち私は私の父の姿になって訪ねようと思ったのです で父の唯一の形見の焼香マントと鳥打ち棒をかぶり棍棒を携えいわば変装して出かけましたがそれやこれやで少し時間が遅れて4時20分頃ろに27号室のドアを開けましたするとその時西村はその隣の部屋との境にあるドアをちょうど開けたところでしたが私の姿を見るなりあ瀬川 と大声で叫んで隣の部屋へ逃げ出そうとしましたので逃がすものかと思って追いかけた拍子に私はそこに落ちていた丸いこん棒を踏んでドタリと倒れましたその時自分の手にしていたこん棒を離したのですさて起き上がって西村はどこへ行ったかと隣の部屋のドアを開けると意外にも窓を開けて飛び降りるところでした あっと言ったがもう遅かったのです私はつま先で歩いて窓に忍び寄って下を見ますと西村はぺしゃんこになって倒れて死んでいましたさすがにぎょっとしてドアを閉め再びつま先で歩いて27号室に引き返しドアに鍵が挟まったままになっていたので女を下ろして鍵を取りさて考えてみますと 死体が知れた暁には自分が犯人と見なされるに違いないからこれは何とかしなければならぬと思いました第一 S ビルディングを出るのさえ怖い思いがしましたところがふと足元を見ると古ぼけた草履が一足落ちていましたのでこれ幸いと嫌疑を避けるために靴と履き替え靴とそのそばに落ちていたこん棒を拾い上げて 靴の紐でくくり、なおそれをしっかりと手ぬぐいでもって体に弱えつけ特に鳥打ち棒をまぶかにかぶりしばらくの間外部の様子をうかがって廊下に出たのですがその間およそ67分はかかったと思いますところが家に帰ってみると意外にもこん棒が違っておりました薄暗かったためについうっかり取り違えてきたのです で、心配になってなりませんから翌日私は別の変装をして取りに行きました途中で「狂気狂気としきりに口にしながら前日エレベーターのそばであった2人の男がしきりにドブの中などを探していましたので急にいたずら心が起きてあのような張り紙をして家に帰りどうも身辺が危険に思えたので職長に相談すると病院がよかろうとのことで すぐさま松本雅夫と返名して警病院に入りましたすると今日職長は病院へ来て「2000円君は金を取ったのだから出せ」と言いますそしてつや子と姉のお蝶とを呼び出し4人で500円ずつ分けるつもりだとのことでしたところがその2000円の金は私の手に入らないばかりかさっきのお話ではどうやら偽で。 西村はそれを私につかませて頑造紙幣公子で私を罪に陥れようとしたらしいですいやどこまでも恐ろしい人間です山川所長は船木の語る間目を光らせて聞いていたがやがて松本に向かい松本君君の行動は君が昨日語ったところとだいぶ違うじゃないか 舟木君の今語ったのは本当かどうかねますもとはさっき起きた刑事から西村の娘を口説いた一件をすっぱ抜かれて赤くなり今また舟木に仮面を剥がれてそのつやつやした顔は一層激しく光り出した。どうも恐れ入りましたと彼は小声で答えたすると くんの言ったことが本当かしてみると社長は自殺したわけだがお蝶さん社長はそんなに窮地に陥っていましたかお蝶はここぞとばかりに爽やかな声を出したはあそれはもうかなりに窮地に陥っていましたようですですからさっきのお話の頑造紙幣買い入れまでもしたのだろうと思います それに、あの人は若い時にひどい梅毒をやってその毒が抜けきらないのかお酒を飲んだり心配事があったりすると陽気な性質ががらりと変わって妙な行動をとったりするのでしたですからおとといもきっとその発作が起こったのだろうと思いますしかしとこの時常藤主任は所長の方を向いて大声で叫んだ 社長が自殺したということは船木君の陳述によるだけでその証拠がありませんそれに野田君が社長は生き返らなかったというのにその社長がドアを開けていたというのはおかしいです船木君はこん棒を携えていったと言っているから十分殺意を認めることができますだからたとえ西村がその間正気づいたものとしても 君がさらに西村を殺して死体を投げ出したと考えても矛盾はありませんことに人事不詳に陥ったものを投げたとすれば一層よく説明ができます第1西村が生きて街路上へ落ちたという証拠がありませんそれに西村が他人に投げ出されたのでないという証拠がありませんだから僕は 舟木を西村殺害の犯人と認めますうん君はさっき野田君を犯人と認め今度は舟木君を犯人と認めるのか舟木君君は何か君のさっきの話を裏書きする証拠を出すことはできるかと所長は優しく言った証拠を出すなんてことはできません な木は常藤主任をじろりとにらんでいった私はただ真実を述べただけです私を犯人とするかせぬかはあなた方の勝手ですよろしいそれでは僕は君を犯人と認めるよと常藤主任は言い放った所長はすこぶる当惑したらしく例のごとくふむといったままじっと考え込む とこの時、冬木刑事が口を出した船木君の陳述が真実かどうかは死体解剖の結果と石垣建築事務所の床の上の足跡を捜査すればわかると思いますこれを聞いた所長は急に明るい顔になりおおそうだ解剖は大学の田上博士の都合で今朝行われたはずだおい三角三角君。 ちょっと検事局へ電話をかけて聞いてみてくれたまえ三角三角刑事が出かけにかかると球児が入ってきて所長に向かい大きな声で「ただいま降田検事と田上博士とが見えました」と叫んだ「それはちょうどいいところだすぐこちらへお通し申せ」十五。 り田検事は読者諸君のご承知のごとく西村社長返しの夜 S ビルディングに出張して人々を尋問した検事であって同検事はその夜西村の死体を大学に送って解剖を依頼したのであるところが田上博士は助手を連れて昨日一日地方へ出張していたため西村の死体解剖はようやく今朝になって行われたのである田上博士は これまでの法医学者と違って単に死体解剖を行うばかりでなく凶行の現場をも捜査してもってその死の死因を尋ねるというやり方をしたため今朝、解剖によって直接の死因を発見したにかかわらず西村の死の前後の事情に不明な点があったので午後、検事と共に S ビルディングを捜査してやっと終了しさらに自分の説を完全にするためにバツバツ警察署を訪れたのであって。 博士もここへ来るまで実はまだ確かな説を立て得なかったのである検事が博士来訪の意を所長に説明し警察の捜査の結果の説明を求めると所長は今までの経緯を簡単に総括し4時123分頃野田は社長が死んだと思って27号室に残してきたにもかかわらず船木が4時20分頃その同じ部屋を訪ねた時には 社長はドアを開けているところでついで社長は石垣建築事務所の中へ入り窓を開けて街路上に飛び降りたというのであるがもしそれを真実と認めるならば西村社長は一旦気絶して再び意識を回復しそれから自殺したことになるけれどもそれはただ人々の口述に過ぎないのであってそれを証明するに足る証拠が一つもない。 それゆえ、さっき死体解剖の結果を聞かせてもらおうと思ったところであると復元した所長の説明を緊張して聞いていた田上博士はこの時おもむろに口を開いたその濃い口ひげとあごひげとは博士の顔におかすべからざる威厳を与えていたよくわかりました今のご説明で12の疑問点を解決することができました 死体の外表検査の結果は警察医の死体検案書の通りです傷は左の肩甲部と後頭部にある鈍傷でいずれも生前にできたもの後頭部の傷のごときは血はたくさん出た様子はなくても皮膚がかなりに破壊されていましたから一見致命傷であるかのように想像されますが内部の頭蓋骨は損傷を受けておりませんでしたですから 一旦気絶した社長が再び意識を回復したということは十分に可能性がありますしかしその他には一つも致命傷はありませんでしたしからば社長の死因は何であるかと申しますにそれは解剖の結果大動脈瘤の破裂だと分かりました大動脈瘤が梅毒のために起こることは周知の事実でして これはさっきのお話により社長が過去に梅毒を病んだことがあるというところによく一致しますで社長が高いところから落ちた際いや落ちたと仮定するとその激動によって大動脈の破裂することは当然であります4階とか5階とかの高いところから硬い地面へ落ちたならば 体がめちゃめちゃに破壊されるだろうと想像する人が多いかもしれませんが必ずしもそうではなく多くは内臓の破裂によって死ぬものですまた4回と5回とを一概にして論ずることは誤りでして1回違っても加速度の法則によって体に加わる力の際は随分甚だしいものであります今、この場ににおいて、死体には、 大動脈瘤の破裂のほかに別にこれという内臓破裂のなかったところを見るともし5回と4回とどちらから落ちたのであるかと問われるならば常識によって低い方だと答えるのが当然であります実際もし本人が大動脈瘤という病気を持っていなかったならばことによると死なないで済んだかもしれませんそこで次に起こる疑問は 大動脈瘤は末期になれば自然に破裂するしまた程度の進んだものなら肩甲部に加えられた打撃によってでも破裂するのではないかということですが今度の場合その壁がかなり厚くよほどの力が加わらなければ破裂しない程度のものでしたですから高いところから落ちたと考えるのが死闘であります博士はちょっと言葉を切った。 室内は水を打ったように静かであった。とそのとき、常藤主任が口を出した。しかし、大動脈瘤は例えば死骸、または人事不詳のものを高いところから投げ捨てても破裂するのではありませんか仰せのとおりです。と、博士は極めて落ち着いていった。ちょうど今 それをお話ししようとと思ったところです。本人が高いところから落ちたということは推定されても生きながら落ちて死んだかあるいは死んでからあるいは人事不詳中に誰かに投げられたかは単に大動脈瘤が破裂したという事実からは判断できないのでありますこの場合外部に現れた致命傷がありませんから本人が高いところから落ちた時まだ死んではいなかったと推定し得るとしても 自動的に飛び降りたか人事負傷中に投げ出されたかは死体解剖だけでは判断がつきませんしかもこの際これを判断するのが一番寛容な問題となっておりますでこのことに気づいたものですから現場捜査を行ったわけですが私の現場捜査だけでは残念ながら十分な材料を得ませんでしたからこうしてこちらへお伺いしたのですすると どういう証拠をここでお求めになりたいのですかと所長は博士の明確な議論にすっかり敬服していった実は解剖の結果大動脈瘤は肺の組織と癒着しておりましてそれが破裂した時血液が肺の方へ入り気管を経て口の方まで流れておりましたところでもし生きていた時に還元すれば意識のあった時に破裂したならば 血液は咳によって排出されます。ところがもし死んでいた場合または人事不詳に陥った場合に破裂したのであるならば血液はただ機械的に流れ出すにすぎませんところが解剖台上では咳によって血液が排出されたかまたは単に機械的に流れたかを判断することができませんそこで私は 死体の横たわっていた現場を調査に行ったのですが残念ながら雪が降り積もり何の手がかりも得られませんでしたもし死体の発見された当時に操査することができてもし本人が咳によって血液を排泄したものであるならば血は大きな飛沫となってたくさんあたりに飛び散りもしまた人事不詳あるいは死体となって落ちた場合には血液は口から流れて 街にに血だまりになっていることが発見されたわけですところが残念にもその痕跡は今残っておりませんまた現場捜査をした人もおそらくははっきり記憶していないだろうと思いますそこで私はもしや警察に現場を撮影した写真でもありはしないかと思ってお伺いしたのですこの言葉が終わるか終わらぬうちに 新聞記者の山本がゴム張りのように飛び上がったので所長をはじめ一同はびっくりして眺めた「ありますあります僕はすっかり忘れておりましたがその写真を僕はポケットにちゃんと入れているのですこれがそんな大切な手がかりになろうとは夢にも思いませんでした」と言って山本は写真を取り出し震える手で博士の方へ差し出した。 手がかりになるかならぬかは拝見しなければ分かりません博士は極めて冷静に語りながら写真を受け取りじっと眺めた人々は固唾を飲んで博士の顔を見つめたするとその顔は唇の周りから崩れかけ見る間にうれしそうな表情が顔いっぱいに広がった一目瞭然とはこのことです 博士は底力のある声で言った血液は街路上に太い筋をなして飛び散っています経験のない人が見ますと静かに流れた血に見えるかもしれませんがこれは疑いもなく咳によって排せつされたものですちょうどその一番たくさん固まった血の上へ頭が乗っていますから初めて見た人はきっと頭部がめちゃめちゃに破壊されていると思ったに違いありません こう言って博士は写真を所長に回すと所長はしばらく眺めてさも感心したように大きくうなずきついで常藤主任に手渡した読者諸君は定めし常藤主任一言なかるべからずと思われるであろういかにもその通り写真を眺め終わるなり主任は「しかし!」と叫んだのである しかし、これで西村社長が、生きながら高いところから落ちたということはわかるとしても、自動的に飛び降りたか、あるいは他人に突き落とされたか、または他人に抱かれて投げ出されたかはわからぬじゃありませんか。しかもそれを決することは、この際重要だと思います。僕はさっき、船木君が意識を回復した社長をさらに殺して投げ出したか、または、 人事不詳の社長をそのまま抱き上げて投げ出したかもしれんという説を立てましたが今社長が明瞭な意識を持ちながら落ちて死んだと分かったならば僕は僕の説をモディファイして船木君が生きたままの社長を抱えて投げ出したかまたは社長を窓際から突き出したと考えたいのであります人々はこれに対する博士の返答をいかにと緊張した 定めし当惑するだろうと思いのほか博士は再びニコリと笑った誠に鋭いお考えですが私もそのことに考えついて実はさっき27号室及びその隣の留守の建築事務所を捜索したのですたとえ墜落現場の写真があるとしても写真では決して自ら落ちたかまたは抱いて落とされたか あるいは突き落とされたかが分からぬと思ったからですところで27号室へ入ってみると何もかも踏み荒らされてしまってよくわかりませんでした結婚のごときものは発見することができませんでしたそこで私は合鍵を借りて27号室と石垣建築事務所とを境するドアを開けましたこの部屋はまだ誰も捜索を行わなかったようで 私にとってはしごく好都合でした。何でも事務所の主人公は数日らい留守になっていて誰も入らず、たたき床の上にはほこりがかなりたまっておりました。ところが、よく検査すると、そのあとが発見されたのであります。ご承知のとおり、かような床の上にたまったほこりは板やリノリウムの上の血と違って見にくいですけれど、慣れた目には、 その上の足跡を観察するのはさほど困難ではありませんさて事務所の床の上にどんな足跡があったかと申しますとそこに2種類の足跡還元すれば2人の足跡がありましたその足跡は27号室との境にあるドアから街に面した窓に向かって中央のデスクの横を通って斜めに線を描いて 斜めに線をいいてついてつおりました。一人のほうの足跡はドアから窓に向かって比較的速い歩調で歩いておりますが戻った足跡はありませんいまひとつの足跡はつま先のほうだけしかついておらぬけど確かに戻っておりますところが前者の足跡は西村社長の靴と一致しておりますがつま先で歩いたほうの足跡は誰のものか分かりません しかし、西村社長の歩いた上にも校舎の足跡がついていて、西村社長が一度もそのつま先の足跡を踏んでいないところを見ると、第2の人は、西村社長の後から窓際へ行ったに違いありません。してみると、その第2の人は、時間的にも場所的にも、西村社長の後から窓際へ行ったことになります。そうして、 社長の戻った足跡のないところを見ると社長はそのまま窓から飛び出したことになりますそこで当然起こる問題は社長が窓から飛び出したことが社長自身の独断行為によったかまたは第二の人の力が加わって強制的に飛び出さしめられたかということですここで、 第2の人がつま先で歩いたということが非常に重要な解決の鍵となるのでありますまず最初に考うべきことは社長が窓際に立って都外を眺めているところを第2の人が後ろから忍び寄って柳輪に突き出したのではないかということですところが窓枠の高さは2尺5寸ほどありますから人間1人を突き落とすにはよほどの力を要します さすれば第二の人がたとえ忍び足で近づいていっても突き落とすには両足を踏ん張るのが死闘でありますところが第二の人はつま先で歩いて行ってまたつま先で引き返しておりますですから突き落としたとは考えられません同様に後ろから忍び寄って抱き上げて投げ出したとも考えられませんなんとなれば抱き上げるためには 突き落とす時よりも余計に力を要するからですしてみると西村社長は人事不詳中を抱き上げられて投げ出されたのではないことはもちろん窓際から突き落とされたのでもなくまたその場で抱き上げられて投げられたのでもありませんいわんや人事不詳の社長を第二の人が引きずったとかまたは強制的に社長を悪化して自殺せしめたとかいうことは 決して考えられないのであります。また多動的に落とされたとすれば1階と2階の出っ張りに体がぶつかりやすくその傷がなければなりません従ってどうしても西村社長が自発的に飛び出し第2の人がその後から窓際へ忍び寄って再び引き返したとより他に考えようがありません戦国のお話によると、 第のの人といううはどうやららさんらし,くしたがって船木さんがご自分で話されたことは正しいと思われますこの上は第二の人が船木さんであるという確証を得ればよいわけですこう言って博士はポケットの中から紙切れを取り出したこれが第二の人のつま先の足跡の描写図です もし船木さんがおとといお履きになったのと同じ靴を今お履きになっていたら恐れ入りますが左の靴を脱いでお見せくださいませんか船木は立ち上がってつかつかと博士のそばに歩み寄り左の靴を脱いで渡した博士はそれを受け取って描写図と見比べていたがついに言ったぴったり一致しますこれで第二の人が船木さんだということがわかり したがって、船木さんん。の話さされたことは、事実に相違ありませんさて読者諸君かくてこの事件は西村社長の自殺ということに決まって解決されたのである田上博士の説によると会社の急遽よりも梅毒による一時的の精神錯乱が自殺の原因となっているだろうとのことであるが これはは単なる想像に過ぎぬと博士は言ったしかし少なくともその自殺が社長の予定の行動でなかったことは社長がその日に山田貿易商会へ宛てた手紙によっても明らかであって多分社長は人事不詳から覚めてひょろひょろ起き上がりまだ十分意識がはっきりしなかったのでそばにあったドアを廊下に通ずるドアと誤認して開けているところへ船木が来たので。 自分のかつて苦しめた瀬川の幽霊とでも思い、錯乱状態のまま、発作的にドアを開けて飛び出したのだろうと想像されたのである。これでもう筆者は、書かねばならぬことをおおよそ書いたつもりである。ますもとと船木とは、社長を脅迫したという点で起訴され、今、予診中であるが、それがどう片づくかは、もとより筆者の知らぬところである。また、 西村がどこから元蔵紙幣を買い入れたのか随分厳しく探査されたがとうとうわからなかったらしいなおこの事件があってから野田とつや子は非常に親密になったということである彼らが果たして結婚するかどうか無粋な筆者にはわからない